こんばんは。 NGC 月曜日ファイナルファンタジー14オンラインシーズン6のお時間でございます。スタジオからが江戸さんです。よろしくお願いします。わーわー、そしてわーわーの人はい、わーわーの人です。どうも皆さんごきげんよう、ルガネーこと山口恵です。今日もよろしくお願いします。はい、わー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 山口さんはいはい、いましたよ。エイリアンウェアストア秋葉に行ったんですって。あ、そう、行きました、行きました。ちょっと行きましたよ。はい、そういう時はまずはスポンサーの紹介をします、うん、はいはい、お願いしますはい、この番組はエイリアンウェアの提供でお送りしております、うん、ニューエイリアンウェアオーロラ、はい、山口さんもエイリアンウェアストア秋葉で見てきたというオーロラと、そしておにぎりついに見ましたね。おにぎりガチ本物、あ、これがおにぎりかという気持ちで見てまいりましたおにぎりだったでしょおにぎりでしたね、想像以上にね、おにぎりだったね。おにぎりだった ね そやつは見たんかいって話だよねこやつは見てないですねこやつはお留守番でした ね、 まあこれは別にエリアさんも別に言うなとかって話じゃないんであれなんですけど、おにぎりはおにぎりだし、うん、でかい、うん、大きかった。でもなんかあの、うんうん、存在感があって、うんうん、なんかコンパクトな PC にこだわってないっていう方だったら、うんうん、あの、うんうん、あれを置いておくのはすごくなんかかっこいいですね。うん、あのね、かっこいいはかっこいいし、うんうん、あと、そのなんだろう、中のその作りっていうのかな、うん、まあ、専用のその作りになってるんですけど、マザーボードからあの水冷のやつからっていうのと、はい、そのまあ、拡張性の部分の、 あのハードディスクとかの通過ここですよとか、うんうんうん、はいはい、その辺がまあよくできているものではあるので、すごい、うん、あ、そう、エアフローが素晴らしいというお話、中が三角形になっているからこその中のエアフローをちゃんとできているっていう、うんうん、なるほど。やっぱああいう、うん、その、うん、形状にはちゃんと理由があるんですね、うん、そう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 、うん、まあなので、まあ、その分大きくはなってるけど、まあ、安心の性能ですよっていうところではあるんですね、うん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 、なるほど、はい、なんかでもこの今画面に出てるオーロラのいいところとかもいっぱい教えてくださって、そのお店、はい、エリアウェアストア秋葉行った時に、あの光学ドライブをなくしたから、うん、その分この全面全部で風をこう取り入れることができるんで、うん、もう本当にそれこそエアフロー、うん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 、がすっごい良くなってんですよみたいな話をむちゃくちゃなんかこう分かりやすく話してくれて、うん、ちょっと多分今私の話はあんまり分からなかったと思うんですけれど、うんうん、とかあとその白と黒で横のエイリアンウェアのこの、はい、なんだろう、デザインというか文字の光り方とかがこう違う理由みたいなのとかも教えてくれて、うんうん、気になる方ぜひお店に行ってください、うん、なるほど、はい、そうなんですよ。なんで光らないんだろうなと思ってたんですけど、うんうん、あ、そういう理由があったのかっていうのまで教えてくれたんで、うんね、うん、面白かったです、とっても本当ね、あそこのお店は分かんなかったことをちゃんと教えてくれるので非常に、うんうんうん、いい店だと思いますので、そうですね、しかもなんか、うん、ゴリゴリに、その前も多分これ江戸さんがおっしゃってたと思うんですけど、うんうん、ゴリゴリに自社製品だけを進めてくるわけじゃなくて、例えばなんかこう、うんうんうん、キーボードとか、うん、そのマウスとかその辺とかも、うん、まあ、あとスポンサーのあれで紹介するのにこういう発言をするのもあれですけれどももし合わないと思うんだったら別に無理して全部そのエイリアンウェア製品で揃える必要はもちろんないし、うん、もちろんうちとしては買ってくれればありがたいけれど、うんうん、そうそうそう、その辺もこの押し具合っていうんですか、うん、パンタグラフ、うんうん、わかんないや、なんか押し具合とか好みがいっぱいあるから、うん、自分の好きなものに出会えるのが一番いいので、うん、そうね、なんかそれその上でエイリアンウェア製品がいいと思ってくれたら、うん、ぜひ買ってほしいですくらいの感じで、はい、なのでなんかこういうのが好きじゃなかったら全然違う方で快適なゲームライフしてくださいねっていう感じのご紹介方法だったので、なるほど、あ、なんか無理やり進めてこない、何これすごいみたいななんか消費者側って、うん、あのメーカーさんにモテるじゃないですか、言ってみれば、うんうんうん、そうね、すごくこうモテる、女子にモテる男子みたいな気持ちこうなんだろうなくらいの、うん、なんか
メーカーさんにキャッキャ言われて、いやこれもいいし、これもいいし、これもいいし、買ってくださいよ、うん、トントンみたいな感じでおすすめされてくるので、うん、なんか、いやなんか別にそんな、いや君のいいところは何みたいな気持ちでたまにいるんですけれどでも、いや別にうちの商品だけじゃなくて他にもいいのいっぱいありますよみたいな感じで言われ方すると、うん、あ、そう、でもあれなんか買ってほしいよねみたいな、うちにもしよかったら所有されたくないみたいな感じの気持ちになってきてしまいなんかあの面白い女状態だなみたいな気持ちになりました。分かる人だけ分かってくれればいいネタですいません。いやまあいあのね、分かる分かる、今のところすげえ分かるわそんな気持ちにちょっとなってしまいました思わずなるほどね。いやでも接客という意味ではもう完璧じゃないかなと思いますけど、ね、そうですね、押し付けがましくもなく、あのグラボの型番の読み方とかもめっちゃ分かりやすく教えてくれました。ああ、そことそこって分かれてて、ここがこうだとこうなんだみたいな、はい、こっちが新しいんだみたいなのとかも初めて知りました。なるほどね、そういうことか。なんかちょっとごめん、あのなんかちょっと音関係がおかしいって言われていて、おすいません、はい、まずそもそも江戸さんの声が小さいって言われてるのって、もしかしたら刺さってるとこが違うかも。あの私の方ですか。ね、江戸さんの方、これが刺さってるとこがいつものとこじゃない気がする。あの刺さってる刺し口見てもらえば分かると思うんだけど、1番2番みたいな感じになってんじゃん。でいつも刺さってるとこじゃないとこに刺さってない、わかんない多分ね、多分こうするとわかると思う。これを取ったところで多分俺の声が変わってない気がする。どうですか皆さん、江戸さんの声って今ので変わりました？何か変わった？あれ聞こえぬ、あれ聞こえぬなった。あれ、じゃあこれでは合ってんだ。普通にマイクには入ってる。あ、聞こえ、あれ、じゃあ単純にこれの原因がちょっとおかしいかも。うん、あ、ちゃんとフルートで撮ってんな。フルートで撮ってる。フルートで撮ってるとは。あれなんだろう。山口さんの声が大きいは、まあ、山口さんの入力の問題をこっちで解決すればいいだけなんで。じゃあちょっとディスコード側の音量を下げてもらうって感じかな。うん、そうね、うん、でいけるかなフルート、うん、音割れがしてる、音割れしてる。私の声が大きいから江戸さんの声が相対的に小さく感じるっていう説っていうことかな、かな、コメント的には、うん、私の方でも、うん、同じ感じだったので、もしかするとその辺ですかね、はいはいはい。あ、じゃあちょっと山口さん、あの何か、はい、あの唐突で申し訳ないんですけど、最近あった面白い話をさ、はい、喋っててもらっていいですか。ああ、来ましたね、そういうのね。唐突なんで別にやれたらでいいんですけども、いやいや、いらっしゃいますよね、やっぱね、皆さん面白い話を常に求めていくスタイル、そういうことですね。その間に音を調整しますんで、はいはい、うん、面白い話ですね、そうですね、なんか蓄えておこうっていつも思うけど蓄えられないので、やっぱり芸人さんってすごいんだなっていうふうに思うんですけれども私の声もでかくなった、いやもともと大きいのかな、絶対に滑らない話、むちゃくちゃ緊張するな。お題誰かお題早く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 、お題お題みんな、なんかお題お題お題ご飯の話、ご飯の話、ご飯の話あ、ご飯の話、ご飯の話か。最近あれどこだっけな、ピザーラピザハット、はいはいはい、ピザ屋さん、とにかくデリバリーピザ屋さんで、1キロポテト、3キロポテトとか、うん、あと裏ピザみたいなのをやっていて、うん、何が裏なのかっていうと、うん、トッピング2倍みたいな、そういうのをやっていまして、うん、あるで、ちょっとそれを SNS で見た瞬間に、うん、ああこれは頼むしかないなと思って、うん、絶対食べきれないと思うんですけれど、うんうんうん、あの普通ので我慢したんですよ。あ、なるほど、うん、はい、ポテトがめちゃくちゃ食べたくって、わかる、うん、美味しいから、皮付きのやつ、わかる、なので、うん、裏ポテトを頼んでみたんです、うん、1キロポテトが、うんうん、3キロはさすがに一人で頼むと死ぬなと思って1キロポテト頼んだんですよ。で、ジャガバタ味みたいな、うん、バター塩
味かな、はい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 、が好きなのでバターやっぱうめえなと思いまして、うんそれを頼んで持ってきてもらったところ、うん、まず生地の普通ピザが入ってるあの紙のパックありますよね、うん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 、あのパックにポテトが入ってやってきたんですよ、うん、なんかやたらいっぱいピザがやってきたなと思ったらこう一番下の一番大きいやつがポテトで、うん、あとちょっと染みて濡れてるんで気をつけてくださいって言われて持ってきてくれる人に染みてるってなんだと思って、うんうん、開けてみたところ、うん、あのバターの油分が染み染みに染みていて確かに裏がべちょんべちょ ちょになっていて、うん、でもすごいんですよ開けた瞬間に、うん、すごいたっぷりの、うんポテトが、うん、もうなんかもうポテトの暴力ですよね完全にすごいもう殴られたような気持ちになってこんなに幸せなポテトが来てもいいんだろうかっていうくらいすごい量のポテトがやってきていて1キロだよね食べ、うん、1キロですよ、うんうんうん、1キロのポテトですよ一人で食えるかっていう量なんです食えないよ私はいけると思い頼みまして、うん、でピザも美味しく食べて、うん、結局1日半かけて食べきりましたさっきすげえな胃もたれしそうだねあすごいでも美味しかったですねちょっとなんか混ぜきってない感じがあったんですよねほうそれがちょっと気になりましたねまあお忙しいからなんかあとは自分で振ってくれっていう感じああま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 あそういうことかもねうん、999円なの？そう、そうなんですよ。ポテト1キロで999円。それは安いですか？すごい安いね。3キロで2400円くらいだったかな、うん、確か。うん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 。すっごい悩んだんですけど、さすがに3キロはダメだいって思ってやめました。某 NGC クラフト委員会某の人が、はい、あの3キロ頼んでましたけどね。わお。でなんか知り合いと知り合いなのかなわかんないあの、うん、いとこなんか忘れたけどと3人で食べたっつって、うん、あのやっぱ3人くらいですよねでも3人でも1人1キロって考えるとさ3人1人1キロか、うん、はい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 それはあの無理だよ一食で食べるのはちょっときつかったですね、うんうん、なのでまあ私は1日半かけて食べきりましたけれどなるほどねいやでも1日半でもよく食えた、うん、あれそれ以外のものも食べたんでしょでもピザも普通に食べました結構食ったね、うん、美味しかった美味しかったですわかるでもねなんかほら子供の頃って特にあったけど、はいうん、あの俺は子供の頃っていうか大人になったら絶対あの黒糖蒸しパンを、うん、でっかいやつを一人で食べるんだって思ってたわけ、はい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 、子供の頃って少ししかもらえなくてさ、うんうん、だけどで大人になってそういえばと思って俺黒糖蒸しパンもう一人で食える年齢じゃんかと思って20代で、うんうんうん、でっかいの買ってきてさ、はい、食べたんだけど、うんうん、あなんか5分の1ぐらいしか食えなくてそんなに食えるわってなってやっぱりそうなんだ、うん、いやそんなもんじゃない、うん、でも昔より、うん、あの串揚げを自分でやることができる食べ放題のお店みたいなのがあって、うん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 、なんか年に1回くらい友達とたまに行ってたんですよ、うん、今年行ってないんですけれど、うんうん、でそこで、うん、あの昔は友達と2人で百何個食べれたねみたいな感じで、その食べ終わった串の本数見て、なんかうちら本当よく食うねみたいな感じで、女の子2人で行って、いやマジでこれうまかったね、あれうまかったねみたいな感じで、また次今度あれやろうぜみたいなのをやってたんですけど、数年全然100本超えられなくて、すごい、うわ、我々年を取ったんだねっていう話をちょっとしたんです言うてねやっぱり昔その本当に10代20代前半でやれてたものっていうのがさ、うん、できないよなくなってますよね、うん、本当にできないよ油物はやっぱり来るんだなっていうのが、うん、あだって俺グラコロがダメだもん今えグラコロね美味しいのにいや美味しいし好きだし小麦粉だし あれ全部小麦粉なんだけどさあの確かにそうあれ全部材料全部小麦粉じゃんキャベツ以外全部小麦粉じゃんってやつなんだけど、うん、だけど、うん、好きだからやっぱ冬になると食べたくなるわけよ、うん、でなんか2個とか買ってきちゃうわけうんグラコロそう
でもね2個食えない、うん、2個食えない。それお腹いっぱいとかじゃなくて、うん、なんかこうちょっと胃が受け付けなくなるっていう感覚なんですか、うん、あもういいですってなるの。そうなんだ。なんか体がちょっとでもショックですね。ちょっと命令を下すの、もう入れないでくださいって。ああそろそろやめとけ。そうそうそう、なるほど、うん、2個無理じゃない、無理じゃない、うん、いやちょっと2個食べようと思ったことがないですね、グラコロは。そっか、私結構大食いですけれど、うん、マックのバーガーとかはとりあえず1個にしちゃうタイプ、うん、あれはあのほらホテルのビュッフェとかのさ食べ放題でケーキ2000円とかあるじゃん、はいはいはい、ああいうのは食べないんですか。行きます行きます、大好き。え、一番コスパいい。何個食べるの。ケーキだけで言うと、でも何個だと分かんないな。あどのでも相当まず最初盛りますね。あの、うん、幕張のアパホテルあるじゃん。あるあるある、うん。ちょっとこれ分かる人にしか分かんない話かもしれないんですけど、うんうん、多分絶対江戸さんは分かると思うんですけど、うん、幕張のアパの朝食ビュッフェ、むっちゃ美味しいじゃないですか。ああ、はいはい、ありますね。うん、あれの、9分割か。うん、9分割されたプレート分かります、うん、え、プレート、ああプレート、はいはいはい、うん、お皿が9分割された、うんうんうん、あれを持って、うん、あれにとりあえず、うん、絶対入れるのがスクランブルエッグなんですけど、あれを2マス分入れて、あと全部に2マス分、卵大好きで2マス分入れて、あと決まりきったメニューを1マスになんか具材バーって並べて、プラス、はいはい、ご飯普通にとお味噌汁と納豆と温玉は絶対食べます朝から。結構行くな。結構行くな。朝から行きますね。それが割とルーティンですね。なるほどね、はい。さあということで、40の時間でございます。全く。今日も18分、うん。全く関係ない話だった。そうですね、どこかで40につなげようと今一生懸命こういろいろ練ってたんだけど、はいはい、ダメだった。何にも繋がらない話をしました、はい、まあ音声テストということで、はい、はい、音声これで大丈夫かな、問題なければコメントの皆さんすいません、ちょっと確認していただければなという、あ音声大丈夫、うん、大丈夫そうですね、はい、はい、ではですね本日はなんですけども、先週に引き続き、新オープニング用の動画を作成したいなというか、まあ撮りたいなということなので、アイディアをいただいている視聴者の皆さんからアイディアをいただいているんですけれども、それでやってない部分をちょっとやっていきたいなと思っております。ちょっと、まあ、時間的に全部はどっちみち無理だなというところではあるので、うん、まあなんかうまいことをまとめてやりたいなというところです。はい、はい、なのでまあとりあえずゲーム画面いきましょうか。はい、うん、じゃあゲーム画面お願いいたします。ザン、いけ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 、なに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 、意外にいて、いてくそ、すごい音がしてました。意外にいて、ここに置いてあるこのテーブルがあのいて、ノートパソコン置いてあるテーブルの下からガコッと当てたわ、いてお大事にしてください。すりむけてないですか。すり大丈夫です。こういう、あ、よかったです。こういううかつな怪我でね、結構ね、あの後に響くときあるから本当気をつけて、みんな。そうですよね、気づかないところでじわじわ痛かったっていう、うん、ですです、はい、さあ、ということで始まりましたけれども、うん、まあ、正直今ここにやっている絵は全く関係ございません、はい、はい、たまたまノリで、ね、あのちょっと前にやった、なんだ、ミラプリコンテストの、たまには違う衣装を着たいなと思って、なるほど、これを着たらなんか人が集まってきたんで踊り出しましたという感じでございます。はい、私はそれを夜に乗って見てました、うん、そしたらいっぱい皆さんが夜に乗って、あ、夜になった、はい、本当だ、夜なのでね。さあ、ということでいきますけれども、はい、あれからは
ご紹介してないコメントが1、2、3、4名分かな。あ、なるほど。来てますね。はい。じゃあちょっと先それ読みましょうか。読みましょうかっていうか、う、ね、山口さんに読んでもらいたいなと、はい、いうことなので。さらりと読みますが、はい、紹介しますね。うん、ます、エレメンタルサーバーカー、あ、エレメンタル DC カーバンクルサーバーの、はい、足立さんからですね。うん、ジムの草原とかいかがでしょうか。計算カメラマン（主観）で左から右へ江戸さん含めルが3体ほどでララ1匹（メスララで可愛い感じのミラピがいいかな）を追いかける。見切れて数秒後に右から左へルが逃げるスプリント。その後大量のララが近接武器抜擢状態で追いかける。なるほど。可愛いララフェルを追いかける、うん、ルガティンが次の瞬間にはララフェルの逆襲に遭うみたいな。なあ、ということだよね。なんかトムとジェリーとかルパンとか、うん、なんかそんなイメージがちょっと湧きますね。そうですね、そんなアメコミ感が、ね、そう、うんうんうん、まあやろうと思えば全然できるかもしれない。これはそうだね、わかりやすいですね。わ、うんうんうん、かりやすいですね、うん、なるほど、はい、続いてです、はい、エレメンタル DC トンベリサーバーの周儀さんです、うん。13日のアジムの玉座花火をした場所の飛び込み場所先端からカメラ見落としで、魔紋や運命はテクニカルフィニッシュなどを使って一文字で NGC や江戸定位を作った絵はどうでしょうか。あ、なるほど。全ジョブ発動シーン連続で流すのがいいと思います。撮影が夜に限定されそうなのが大変ですが。全ジョブで発動シーン連続で流す、多分その、うん、魔紋の黒魔導士、運命の輪の先制術師、うん、テクニカルフィニッシュの踊り子をポンポンポンってやっていくのがいいんじゃないかなっていう話かな。なるほどね。ちょっと夜、うわ今、うん、そうだね、はい、わかりました。じゃあ次いきますか。はい、続いてです。コメント2個にわたってるんですけど、うん、まとめてご紹介しちゃいます。はい、エレメンタル DC トンベリサーバーのエディスさんっていうのかな、うん、はい、からです。はい、Kさん、まず一つ目。はじめ、FC ハウスの中に K さんのキャラがいて、外に出るといつもの海岸まで視聴者キャラが一列になって行列を作っている。うん、それを視点カメラに切り替えて海岸まで追っていく感じで。ここで視聴者キャラが花火とかエモートとか使って華やかにする、あ、賑やかにするか、切ってノーリアクションでシュールに行くかはその時の雰囲気。人数足りなくて海岸まで届かない場合は先頭の人からカメラに映らないように遠回りしてまた列の後ろに並んでいく、うん、この時ダブっているのが分かりにくいように装備着替えるといいかも。なるほど。続いて B 案、うん、放送開始1時間前20時ぐらいからミストビレッジのいつもの海岸を適当な位置から定点カメラっぽく、放送開始の21時まで徐々に人が集まってくる様子を撮影する。みんなの素の状態を知りたいので撮影には江戸さん、K さんのキャラ以外で行う、うん、放送で使うときは1時間撮影したものを5分間くらいに早回しにして BGM はバリキューレを流す希望というのはいかがでしょうか、うん、なるほどね。で先ほど A 案の補足で、うん、最後海岸に行くと江戸さんのキャラがカメラ目線で地金屋のマンボしてる感じでと。なるほど、カメラ目線で、はい、あ、どっちから来るのを指定しといてってことか。そうですね、うんうん、いいか、私を多分タゲっておいてもらって、うんうん、良きところで、うんうんうん、ちなみにこの BGM のワルキューレっていうのは、うん、あの山口さんちょっと知らないんですけれど、あの、はい、NGC の昔のエンディングで流れてた NGC で、うん、あのなんかオリジナルというかの曲なんですよ。あ、そうなんですね、はい、あのクラシックの方じゃなくて。あ、ではないですね、はい、なるほど。そうそうそうっていうのがあるので、ほうほうほう、まあ、それを流していいか聞かないとダメかな。まあ結構希望なので、まあ、大丈夫だと思うんだけどね、うん、まあでもどちらもやれそうではありますよね、うんうんうん、特に B 案の方は、うん、まああの別に来週しれっと撮っとくとかでもいいと思いますし、うんうん、そうだよね、クラシックの方流れたら戦争だよね。はい、で最後ですね、はい、エレメンタル DC トンベリサーバーのイエさんからです。はい、1、浜辺でとにかくみんなが歩くだけ、うん、前後3列くらいになれば小さいララフェルも隠れたりしないと思います、はい、とにかく歩きで行ったり来たりしているみんなが固定カメラを通り過ぎていく、うん、江戸さんと A さんでカメラ役を交代すれば2人も混ざって歩けると思います、うんうん、はい、
2、放送終了後によく見る踊る江戸さんに向かって赤ペンライト、はい、計算バージョンは青かな。カメラ位置は江戸さん、計算の背中側、うん、場所は後ろの人の姿もよく見えるところがあったらいいな。 FC ハウスの階段。おー、なるほどね。はい、うん、まずやるとし、やれるとしたら、まあでも結構新しめのやつはできやすそうなのは結構って感じかな。うん、あのミストビレッジで普通にやれるのが多いんで、ただ今すぐミストビレッジやろうとして夜なので、うん、夜じゃない方がいいのかな今見てる限りはっていうこの、アイディアね、うん、そうですね、ミストのやつは夜じゃない方がもしかする、うん、普通に昼、朝昼かなとは、うん、なんとなく思うな。そうですね。うん。で、そうすると今やれるの何かだな。初めてです。出た。前回は我々が下から見て皆さんにも本とかをポンポンポンと花火のようにやってもらったんですけども、今回は私たちが上に行って皆さんに下に降りてもらって、うん、見えてる場所で、うん、一文字をやりたいっていう案ですよね、今日いただいたのは。なるほど。あとは「チカル・ララフェル」の案もあったんで、それもできなくはないかな。チカル・ララフェルね、ゲーミング・ララフェル。じゃあアジム一旦行きますか。わかりました、うん、今は ET23 時なので、まあまだ大丈夫かな、まあ、うん、そうですね、割と早く多分朝になっちゃうとは思うけども、うん、はい、おじさんにパーティーを、あ、やべ、ぼーっとしちゃった、しちゃいました、はい、大丈夫です。じゃあアジム行きます。はい、じゃあ分かろう。魔物の中をカメラで落ちていくとどうなる。はあ、なるほど。あれだ、 GTA5 だ。私あのスーパーマリオ感思い出してました、うん、スターの中を入っていく。あー、なるほどね。俺な、GTA を、あの GTA のね、パラシュート効果で輪っかをくぐっていくやつがあって、そう、そういうミニゲームがあったんですけど、それを思い出したの、うん、ここか。ちなみにミストビレッジ21時53分から晴れるそうですよ。え ?53分ということはあと20分、23分4分ね、うん、ああ、ここね。うわうわ、これって ここは乗れんだよね。あ、いや、ノー、びっくりした。ここまでは行けんのか。怖っ夜行き過ぎてわからん。あ、そこまで行けんの。うわ、怖え、うわ、怖え、うわ、うわ、降りた、うわ、怖え、あー、怖い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 、それ俺、これ自分のあれがさ、足が見えないから主観にしてる。どうなってんの。ここまではいけます、ね、ここまではいけ、俺もうちょっとだけいけんのか。こういう視点にすれば、うわ、怖っ、ちょっと出てんじゃん。あれ、なんか、うん、ちょっとずるいこと言っていいですか。ずるいこと、はい、気づいてしまったんですけれど、はい、あ、これでよくないですか。あ、これもしかしてこれでよくないですかね。あ完璧じゃない。ちょっと気づきを得てしまいました。これ完璧な絵ですよね。、うん、場所はね、ここでいいと思うので。はい、そうだね、この方が微調整はできるできるね、うん、しますね、うん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 、うん、取れますよ、魔物。ちょっとじゃあさ、はい、なとりあえずなんか書いてもらおうか、みんなに。これが魔物の横です。これ何、こなして面白っ。これっていうかさ、これだったら一文字。うわー、すごい、ちょっとごめんなさい、魔文に入るの面白い。あれ、俺魔文映ってないんだけど、なんでだ。あれ、本当ですか、他人のディフェクト切ってる。いや、この間あれだったから。あ、
この間切った気がします最後に。あ、切ったんだっけ。そうそうそう、カクカクしてるって言って。ああ、そうだ、切った、うん、切った気がする。お、快晴になりました。まあ、今日はこれでいけるかな。じゃあちょっと一回皆さんに下に降りていただいて、うん、またパーティー組んでいただいたりとかしていただいた方がいいかな。で、何で光るのがいいかな。どうだろうね。残るのは上から見て、いい感じの光り方みたいですね、うん、一回。そうだね、めっさ魔紋が重なってってる。あ、すごい、なんかすごい。こう気づきは大切ですね。こういう感じ、こういう感じ。あ、なんか別世界。あ、なんか万華鏡みたいな感じ。すごい。ね、なんかすごいですよね、うん、この世界観。なんだろう、見たことない。こうし、うわ、人がゴミのようだ。ちっちゃ。すげえ上の方に行ったから。このそうだよね、この絵だけでも十分綺麗な感じだから。そうですね、うん、ちょっともしよかったらば皆様下に行っていただいてご協力いただけると嬉しいです。そうだね、すごい。あ、すごい、真ん中に行きたいな。難しい、難しい、すっげえ難しいけど、魔紋がね、何個こうなんつうのかな、表示できるのか次第だよね、うん。そうですね、そう、それですごい数がさ実は並んでるけど、最初は表示限界で見れないけど降りてくとさ実はまだあるからっていうので、こう表示されてってみたいなのだったら、うん、完全にこう魔紋の中をこうビューンっていくみたいな、ワープゾーンじゃないけどさ、うん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 、みたいにできるのかなっていうところではあるんだけど。そうですね、うん、うわ、魔紋通りてえけど、あれだな。どうしますか、江戸さん。一旦皆さんに何を NGC から書いてもらえますか。 NGC かな。これでもこれだったらこっちだよね。こうなるよね。この横ですか。それか、ここだよね。ここのさ、あの今さ、この鳳凰がいるところ。おっさ、横じゃん。うんうんうん、あ、今マーカーを置いたところらへんかな。ああ、まあそうそうそう、を上空からこうやって見れば、はい、ちょうどその、うん、なんかネームプレートじゃないけど、うん、な感じにはなるかな、うん、うんうん、そうそう。でなんか派手めなので、一旦みんな並んでもらって、その馬とか光ってるやつで NGC って書いて、で馬でいいですか、アクションじゃなくて。ああ、そっかそっか、アクションでいけるのか。アクションで絵文字って、絵文字じゃねえけど、どうなんだ。どうやっていけん、それで書けるのかな、わかんねえ。ああ、今魔紋で NGC 書いてるな。そうですね、うん、この辺に N、うん、G、うん、すいません、ちょっと何言ってんだか分かんないという人は放送画面見てもらえると分かるかもしれない。そうね、あ、運命のはでかでかいな。でかでかすぎてうまくできないかもしれないですね。で、それはでかいね。すげえ上、一番最高度までいけば、いや、でけえな、超でけえな。っていうか、あれだな、逆にこの最高度まで行く絵が面白い。宇宙に旅立っていく俺みたいな。あ、ビビビビビン、あ、これ逆になんか使えるんじゃない。もういけない、これなんか使えないかな、これ、この絵なんか使えないかな。なんか俺に向けてさ、すげえさ、はい、極太レーザーとか打ってくんねえかな。そうしたらこれなんかバリアで避けてますみたいな。今の状態です、何もできないや。
ここはまあでも無理だよな、高すぎるもんな。マウント乗ってると無理ですね。ああ、まあそうだよね、文字書くんだったら普通にやっぱ馬系で、馬系か犬系のマウントであればその縦棒ができるじゃん、縦棒になるじゃん、上から見るとちょうど、だからそれでこうやっていけばなんかうまく丸系の G とか難しいんだけど、 C もそうか。じゃあ同じマウント同士で固まってもらって、うんうんうん、それで文字を書いてもらえますか、うん、そうね、赤い馬と、うん、あと何でもいいです赤く光る馬、なんで赤だけ指定したのいや、まあ、江戸さんの赤だから、ね、あ、ちなみにさ、俺そうか聞いてなかったけど、山口さんってさ、なんか、はい、トレードになる、トレードマークになるというか、はい、色ってあるの？うん、なんかた、まあみりんさんはもちろん赤だけどさ、で、はいはいはい、のみずさん青が好きとかなんとかしたっけな、うんうんうん、とか。じゃあ私紫好きです。あ、紫なんだ、はい、ナスだ、ナス好きです、ね、まさかここにナスを継ぐものが出てくるとは思わなかったな好きですねあれですよ、 NGC さ、はい、モデレーターになってる人、はい、サブスクしてる人ってナスついてんじゃん。ナスついてますね。そう、あれはあれなんですよ、江戸さんが元そのナスって呼ばれてたからなんですよ。え、そうなんですか。もう関わってる。なんでナスって呼ばれてたんですか。いや、まあとあるゲームやった時に、うん、なんか俺の中ではエヴァンゲリオンの色で紫、まあ紫にしたんですよ、キャラクターを、はい、そしたらみんながナスナス言い出して、江戸さんナスって言い出して、でなんか自動的にその紫がそのナスということで、うんうんうん、そうそう、で、あの NGC の会員あるじゃないですか、はい、あの一番最初は NGC のそのニコニコの方で始まったやつなんだけど、うん、あれがあれのなんだその名称がナスなんですよ、 NAS なんですよ。ああ、はい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 、そうそうそう、うんうんうん、NGC、なんだっけ、はい、NGC じゃなくて、サーバー落とされてきているらしいです。え、サーバー落ちたって言ってる人がいる。え、どういうことサーバー落ちた、落とされた、本当に人が多すぎてってこと？え、 N 逆じゃね、本当ね、 N の斜め逆じゃない、うん、うん、逆ですねそれ、うん、N 逆ですね、絶妙に全部ね左に寄ってる、寄ってるね、あの中心がずれてて中心がずれてあの、うん、もうちょっとね、あ、やった、全体的にね、 C は OK、 カーバンクルの C は OK なんですけど、キリンの G が、うんうん、あ、そうですね、今ね、ま、あ、動いた、うんうんうん、もうちょっとこの、うん、なんだろう、縦の棒に沿う感じでいけると理想ですよね。うんうんうん、うん、そうだね。で、 L はちょっと端っこすぎるので、うん、もう少し皆さんに距離を、そうだね、あ、うん、寄せてみると良いかもしれぬ。 N が逆って面白いなN 逆面白かったですね多分みんな一生懸命頭の中でこう、うん、こうかなってなって、あ、じゃあこうならこうだなってやってくださったのかなと。あれを思い出したわ、あのトップを狙えを思い出したわ。あ、山木さんわかんねえか、うん、まあ、トップを狙えってアニメがあったんですけど、はい、うん、での、まあ、最後に、まあ、別にネタバレしてもいいんだろうけど、うん、そう、おかえりなさいっていうのをそのなんだろうな、まあ、主人公たちがすごいブラックホールにみたいな感じで時間の流れが全然違うとこに行って地球に帰ってくると、うん、要するにすげえ時間が経ってるわけよ、うん、地球には帰ってこれたんだけど、そうすると、うん、その時のそのなんつうの地球にこう迫っていくと、うん、あの地球にお帰りなさいってカタカナで、うん、あのファーってこう電気が灯っていくっていうシーンがあって、はい、そうで、それトップを狙え、トップを狙えっていう作品は、うん、バレーボールじゃないんですか？バレーボールではないですね。あ、違うんですね。あれはロボものです。あ、なんかバレーボール、
あれバレーボールでもありませんでした。あ、エイツを狙いか。すいません、忘れてください。ASASASですよね、それは。そうそう、あ、しかもそれテニスか。テニスだ。ですよね、テニスだよね。うん、それを、バレーボールは、苦しくったってですよね。そう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 、うん、あれ何でしたっけ、アタックナンバーワン。あ、それだ。解決。悲しくったって。それいろんなもんが混ざってる。あきこ姉ちゃんが出てくるのは。え、あきこ姉ちゃんが出てくるの。あきこ姉ちゃんはどれだっけ。あきこ姉ちゃんは、バレー、え、巨人の推し。なんかここ頑張ってみたいな。あ、巨人の推しね。キューマ頑張ってってやるやつか。あのね、レトロアニメが全部混ざってる、はい、山口さんの中で。すべ、うん、て要素がこうギュッてなってる。うん、もうちょっと口をつぐみます。お好きな方からするとふざけの案件だと思いますので、 N がねちょっとね横に長いかも。そうですね、斜め棒をもうちょっと鋭角にする感じかな。うん、端っこ、一番左端の皆さんがちょっと右に寄ってもいいのかな、うん、G 側に少しだけ。面白い、動き出す、笑顔動き出す。で、ホキトパッドに乗ってる皆様が降りてみていただけると嬉しいです。あ、やべ、だいぶ明るくなってきてる。あ、ちょっと明るくなってきたよね。やばい、急げ急げ。うん、あ、でもでもでも、うん、うんうん、C が欲を言うなら C の一番ちょっと下欲しいって。そう、下の端っこ、もう一人欲しい。もう一人斜めにキュッと上に向かってる感じが一番いいな。カーバンクルがいるかいないか、うん、いるかな。あ、そう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 、その辺いけるといいんですけどね。もう一人、もうちょっと、もうちょっとって感じ。もうちょっと上なんだけど。うん、光る武器持った人めっちゃ、あ、ちっちゃ。追加あったけど。カーバンクルだこれ。ちっちゃいね。ちょっとしかも場所。場所ずれてった、ずれてってる、ずれてってる。難しいもんだね。やっぱね、上から見てないと。そうですね、放送画面をそう見てもらうと分かるんだけど。うん。うんうん、ちょっとラグがあるから。そう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 、そう、もうちょっとこうなんつうんだろうな、あ、1人来た、1人来た、1人来た。あ、でっかいの来た、でっかいの来た、でっかいの来た。あ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、うん、左の人、そういうこと。よきよき、でもうちょっと違う、馬の人混ざってきてる。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと一番底辺が開いちゃ、うん、穴開いちゃったんで。そう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 。あ、いいですね、いいですね、前に詰めてもらえると、ね、こうなんていうの、ここここN めちゃめちゃ良くなった。N めちゃめちゃ良くなった。こう放送、あ、ちょっと俺これか、ここをね、もうちょっとこうしたいんだよね。これそこいいカーブにしたいですよね。ここのカーブをうまくできれば完璧。確かに結局赤いないっていう。赤いないですね。うん。赤いないっす、ね。赤いないっす。まあまあ江戸さんの江戸を作るときは、赤い絶対マストで入れましょう。そうだね。と一箇所。あ、ちゃんと円を置くことにより C のこの円をちゃんとしようという。なるほどね。あ、でも割と綺麗になった気も、うんしますね。いいと思う、いいと思う、うん、あ、うんうん、 C 感あるな、うん、うんうんうん、あれ、なんかさっきと一緒になったっけ。あれあれ、なんでだ。あの、来たのに、あれ、あれ、そのさ、でっかいの逆にすればよくない？あれ無理か。あ、そう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 。それでもうちょい上、ちょい七、ちょい上、もうちょここ、こう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 、わお、わお、わ、惜しいね。あ、すげえ頑張ってるね。ああ、ぐるんぐるんしてる。ああ、ちょっと下かな。とおっぽう、おっぽう、もうちょっと下に。もしかするとみんなの方でもいいのかな。ああ、あ、もう一人、あ、なんか違う、鳥が色一緒だから、色一緒だから、補正が入った、補正が入った、太字みたいになった。これでまあまあまあ、大きいバンクルが、あ、でもいい、うん、よい、江戸さん、これでいいんじゃない、これでいいかな、これでちょっと画角をど真ん中に持ってこれれば、うん、これで、そう、我々の方で、ちょっと待ってね、こうしてこう、面と向きして、こうして、
だから俺がここにいればいいのかで上にグッと登っていくんだ。なるほど。ちょっと実際私よくできます。こうしてこうしといてこの絵から上に登っていく俺っていうこうしてマウスカーフで。ちょっと端側の皆さん一回マウントだけ降りていただいて、あとは何してても大丈夫です、うん、NGC の文字をちょっと引き立たせられれば理想です。ありがとう。これで下の右下の煙がすごい煙を映したくない。うわここ大丈夫かな。これで一回登ってみるの。っていうことですよ。あー良い、うん、はいはい、そういうことだよね。良いですね。これゆっくりは無理だもんな。これ一定速度だよね。一回やってみていいですか。あーどうぞ。びっくりして誰か来たと思った先生私です、はい、あやばい朝になってしまった。あーはい、あこれくらいが関の山ですね。これいい、うん、出てきた、うん、で G の下の人たちをがちょっといなくなってもらえるとちょうどいいかな。文字に今入っちゃうんでこれだと、うん、めちゃめちゃ離れるのめっちゃありですよ。あマジで、さっきの最高度まで行くの。ああなるほどね。すっごい小さくなるけれど、ちょっとあでもすげえ NGC だ。うん、すごいこれありじゃないですか。めっちゃ魔物映ってるけど。おお。あすごいすごいすごい。NGC だ。あー、うん。これなんかエンディングっぽい。おなんかね。あこれこれいいこれいい。これもう一個だけ取り直してみて。うん。これで人がいなくなってる状態でもう一回取ってっていうところで。うんうん、あーなるほど。だったら橋の両サイドがいいかもってこと、ね、ああそうね。下だとあれだから横にいるといいかもしれない。横だったら確かにありかもしれない。こっちの方とかでなんか、うん、応援する、うん、さんなんだっけあれ振っててもいいかも。あサイリウム、サイリウム、うんうんうん、サイリウムじゃあ赤で私も振ります、うん、江戸カラーで右下あたりにフィンってやるとそれっぽい終わっちゃうんだ放送これでもエンディングっぽいな確かにな、うん、この列立ちません。この列この列これちょっと今カメラ動かしたくないので山口さん終わったら言ってください、うん、この列この列どうですか。この列あれ北側いない誰かいない。あれ影が映ってんだこれ。なんだ北側誰かいますね。一人影映ってんだよね。ただもう明るくなっちゃったからな。まあ明るくてもいいのか別に。ありがとう皆さん、うん、皆さんこれでどうでしょう、うん、こちら側は終わりました。あ本当ですか。逆側がちょっと少ないかもしれない。エキストラ行ける人いるかな。 C 側、うん、一番最初にこの絵したら昔のアニメのオープニング。えどれだそれ分かんないうわこの俺の画面の上に映ってる人なんとかなんねえかな。槍の影か。じゃあこれしょうがないか。なるほどね。じゃあ登っていきますね。あーなるほど。もうちょっとだけ前出てくれるとありがたいって感じですね。あなるほど。ああ武器非表示。ああありがとうございます。おおおお。完璧。素晴らしい。うん。じゃあ大丈夫そうであれば。はい。はい。はい、じゃあ行きます。3、2、1、離陸。あー、見えなくなった。でもすごい。あー、すごい。目立たなかったね、これ。すごいいい絵だよ。サイリウムあんま目立たないっすね。まあ結構上昇スピードが速いっていうのもあってね。うん、これでもすごいね。ゲットワイルド流したい。わかる。ゲットワイルドなんだエンディング確かにめっちゃいいなこれ。
これをだからあの今はこのスピードじゃないと上り下りができないんだけど、うん、あのなんていうの、映像でそれゆっくりにすることはできるから、スローに若干スローにすることはできるから、はいはい、うん、ここで俺さっきね、あ、なんか一回ね、これ一回クンって入るんだよな、それがすげえ気になる。あ、そう、あのクンって入れたとこからどうですか。そうするとね、モヤモヤが入っちゃうのよ、 G の一歩前出て、ちょっと待ってね、ここでクンして、うん、いけるのでは。まあまあ大丈夫かな。うん。ああちょっと待って、斜めになっちゃった。若干斜めになっちゃった。すごいこだわりがやばい。いやいや、わかりますわかります。これでももう一回ちゃんと夜にやりたかったな。ここだったらいけるから、でこれ着地して一回ポンってやっといて、でここから行く。BGM と相まって面白。グルポのカメラだとここまでいけないんじゃないかな。なるほど。わからないけども、登れないというか、うん、できないんじゃないかな。できるのかな。はあ、これでもいい絵が撮れたね。これだよ、うん、吉田って書いてさ、はいはいはい、吉田さんに送ろうぜ。あ、いいっすね。ちょっとじゃあ吉田さんカラーは何色ですか。吉田さんは何色だろう。黒じゃない、黒。ナイトメアで集合じゃない。あ、ナイトメアで集合。すっごいマウント。何、あとあの窓アーマー。あ、窓アーマーか。なんだろう、なんか吉田さんが好きって言ってるマウント何があるんですか、うん、シルバー。シルバーないな。あ、フェンリルしかない。若干傾いてんな。 傾いてんな。 NGC のとりあえず今ので一応まあなんとかなったんじゃなとかなったので、うん、はい、じゃあもしまたもう一回やるっていう時はちょっと今の感じのポジショニングで、うん、そうね、理想ですね。でもこれでまあ OK テイクなので、うん、ちょっと吉田作りますか。やれる、やれるかな。まあ同じ場所でよし、うん、だでいけるんですよね。ひらがなだと吉田だ、たが一番あれか、人が使うか。カタカナかな、カタカナ、うん、知らない。あ、でもわかんない、吉田さんの場合なんだろうな、ひらがなかな。よくカタカナで書かれてるのを見ます。ああ、確かに、うん、うん、なおにヨシピーもありですね。ヨシピーもありだね、うん、うん、ガレリアはでかいだろ。ガレリア、ガレリアでかすぎるね。一人乗りマウントにしとこ、一、うん、人乗りマウントに、ね、バイクはありだけど、うん、じゃあ私バイク組に入ろう。バイク上から見てるとさ、普通にコオロギみたいなんだよな。やめて、コオロギが動いてるみたいに見えるんだ、ね、でもそう言われてみるとちょっと引いたしててコオロギに見えてくる。虫のカゴを見てるみたいな感じ、うん、あれ、これ結局ひらがなとカタカナどっちになったんですか。カタカナでいいんじゃないかな、うん、じゃあカタカナのヨシダ、うんうんうん、はい、すごいな。あ、ヨはまああれだもんね、棒が多いからすごい楽だ。そうですね、うん、その縦と横の棒だけだから、シが若干斜めぐらいか。ダーが一番難しいのか。ダーは難しい。ダーの方が入ろうかな。うん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 。もう大混乱じゃん。大混乱ですね。今回は。いや、放送画面見て多分みんないろいろ調整してると思うから、俺ちょっとこの画面から動かせないけど。江戸さん、あ、そっか、でも江戸さん入っちゃうと映せないか。あ、うん、そう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 。あ、要は割といい感じになってきた。本当だ、要はもうほぼほぼって感じじゃない。うん、1人分あってもいいかな。うん、なので、このお姉様が要の部分に入ってくれてもいいかも。うん、ここに。はい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 。ああ。要のね、
上が一番上がね出すぎてるね。うんうん、うん、もう一本ずつ足すか足す、あでも、うん、足されてるかな、足されてるちょっとずつ動かして、あーあーあー惜しい惜しい、もうちょっと前、もうちょっと前、あ1個、あ真ん中が1個多い、真ん中1個多い、あでもあーちょっとちょっと、あそう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 、オッケー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 、ヨガヨガできた、よくこれでいいよ。 C もだいぶ、 C でけえな、 C で、まあ、C に合わせんだったらヨの棒を増やせばいいだけなんだけど、うん、あとダーがダーがちょっと一番難しくてまだできてないので、ダーはね、あダーはね、あのね一番他の一番上の線、横上の横線がもうちょっとね一段上じゃないと吉田の世に合ってない、ね、一番上がここで、ここでいいかも、このライン、うんそう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 、うんうんうん、うん、そうですね、で全体的に皆さんが上にちょっと上がっていく感じで、よ、うん、そうだね、世の棒もう一個ずつ伸ばそうか、増やしてもいいかもですね、下が特に足りてないので一人、うん、あ、来てくれたかな、あ来た来た来た、ありがとうございます何の工事だよこれこれなんか普通にアジムに来た人見たら、うん、えってなりますね、何してんの、だの点々さ、うん、だの点々でかすぎだよだの点々ギャグでしょ逆に今はまあありだと思うけどね、あとこの死の、うん、この棒長くないですか、ここ死のここ長くないですか、なんか長いね、ちょっと長いね。長いですよね。だ、だって、だって感じがすごい、ね、うん。すげえな。やめろ、やめろ。車が、車やめなさい、車。だ以外の、あ、だの点々以外の、禁止、車は。ああ、はい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 、はい。真ん中の方がなくなってしまった。あ、できたできた。ああ、うんうん。なんかまだできてない人いるんだったら、直木作ってもいいですもんね。ああまあそうだね。ちゃんとできるって人いたら、このまま下に直木作ってもいい気がする。そうだわな。やれんことはないな。割と、割と文字数的には少なし。ちょっと、だ、点々。駐車場じゃないやぞ、そこ。あと、だがね、3本線になってるからね、吉田3になってる。ね、吉田3になってる、それ。吉田3。うん。他のさ、他の長いな、左、なんつーの、左の払いの部分が、うん、ここまでかも、ちょっと長いかな、この辺に切れるかな、ちょっと長かったね、うん、あ、そうね、ちょっと詰める感じでいいのかも、うん、うんうん、そしたら窓アーマー舞台で、うん、直樹を作るのか、それともみんなで爆発させるのか、どっちなんだじゃあね、吉田の点々いなくなっちゃったじゃん、結局今何を作ってんの、それは名を作ってんのかな、名を作ってんじゃないかな、名はここに作ろう、名は、名はさ、このさ縦に作ろう、それなら、うん、そう吉田名だよ、それだと吉田名、吉田になってるけど、うん、今名はこの C の下に作りませんか、うん、十字のところ、これはありだね、レガリアの皆様だだからなんださっきの NGC っていうので、うん、おーってなって上に行く映像が流れた後にこれが入っていくんだよ、うん、スッてディゾルブでこうスーって入ってきたと思ったら吉田に変わる NGC がみたいな、うん、吉田になってる、あ、吉田になってる一応今窓側で濁点にはしてんだけどね、これね、うんちょっとでも分かりづらいな、離れすぎてて、あのね、そう、中心がずれてるから吉田に見えないんだよな、うん、そうそうそう、うん、1台だけだったらギリギリ見れないことはないかな、うん、点々もうちょっと細いの2つの方がいいかもですね、ちょっと分かりづらいかも、ルガのバイク2台がちょうどいいんじゃねえかな、うん、多分、あ、ゴリラもいけるかな、ゴリラ2台、2台じゃねえ、2体、うん、あ、ちょっとね、いつの間にか直樹できてる、着々と、え、あ、本当に下にできてんな下にできてるちゃんとできてる木いける、木いける、それでいける、マジで俺この画面だと見れないからさ、くる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 回ってる、あ、黒
黒チョコボもありか。黒チョコボで濁点。待って、ちゃんと吉田直樹になってる。マジで？うん、マジで。その、竜いらんかな。ああ、そう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 。竜2つ入れちゃうとちょっと違うかもしれないな。うん、なんか細いものの方が。そう、細いのがいい。そうですよね。うん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 、そうそうそう。キーはね、一本ここ入ると思うな。下に入ると思うな。吉田伸ばしすぎじゃない？吉田の棒な伸ばしすぎじゃない？だったらそれびっくりマークにしてよ。あの縦に並んで。ああ、うん、なるほど。びっくりマークに。下、びっくりマークのチョンの部分、ゴリラとかで。ああ、そうそう、ゴリラとか黒テブチョコモとか。うんうん、うん、うん。ルガが寝ればよくない。黒いルガいるのか？あ、黒いルガ。黒いルガはいるだろうけど。まあなんか暗黒装備とかでってことかな。ああ、なるほど。真っ黒のみたいなさ。ちょっと一回取りに帰ってきますわってなるんじゃない？そうね、あんまりチェスト的に難しいからっつってね。でもここを吉田直樹って書いてあるところを、うん、我々上から取った上でそこをさりげなく、うん、過去の、うん、あの象徴的なマウントたちが一匹ずつふわふわって横切っていくのもちょっとありかなっていう気がしてるんですよ。あのこう何つの最初がミドガルズオルム来てとか、うん、この斜めチョコ始まり、この今俺のカーソル出てるじゃん、画面のここの、うん、上手っていうんですね、舞台だと。上手側からこういうラインでこうあのこう 上にこうガーって上りながら、そう右下から左上にみんながこうファーっていくみたいな、綺麗なマウントでいくみたいなのはありだね。うん、うん、なんかさっき一匹二匹通っていくのはめちゃくちゃ綺麗だったんですよね、うん、ああなるほどね。はい、あのさ、吉田のさ、そのさ、横棒のさ、そう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 、で、レガリアの1個下に黒い点が欲しいんですよ。わかるかな。ああ、まあまあ、窓アーマーでもいけるか。うんうんうん。ちょっと微妙に、微妙に斜めにすればいけるのかな。やべ、モブハンツアーが来ちゃうらしいよ。マジか。やばいぞ。急げ。急がないと。あ、球体のなんだっけあれ。球体の黒いマウントあんじゃん。乗るやつ。ああ、はい。PVP の。そう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 。あれは？あれは？あれ誰か持ってないの？システム、そう。そう。でも今もうすでに構成員になっていたらわからない。ああ、構成員になってる可能性あるね。うん。はい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 、吉田のダーはねギリギリいける、それオッケー。うんうん、うん、これいける、うん、直樹のキーが、うん、なんかキーがぐちゃぐちゃになって。横棒いらねえかな、こうなるとな。横、うん、吉田下に直樹吉田でいい気はするかな、うん、下に直樹って書いてあるんだったらごめん、レガリア部隊撤退してください。うん、なおきはこのままで大丈夫ですか？なおきね、俺まだ見てないんですよね。撮ってあるんですけど。うんうん、そうか。ちょっとよかったら、あの、今撤退したレガリア部隊の皆さん、なおきのキーを助けてあげてください。なおきのキーを助けてあげてください。多分あと2人くらい足りなくてどうしようかって言ってる感じ。いいっすね、いいっすね。はいはい、とても良き。いいですか？あのねごめん、これさ完全に墓標じゃない？墓標やめて、これ墓標じゃねえかよ、ダメじゃん。いやめっちゃいいと思うんだけど、完全なんだけど、いい吉田ここに眠るみたいになっちゃってんじゃんこれ。大丈夫だこれ。それでも覚悟じゃないですか。ちょっと S ポブ湧いたらしいですよ、吉田さんの力じゃないですかこれ。これはやばいな。これ怒られる気がするな。
よ横か。いいと思うけどな。ちょっともうちょっとだけ下にカメラやってみてください。もうちょっとだけ下に。ね、ちょっと待ってね。ここ以上行かねえからどうすればいいんだこれ。あ、うん、首を下に向ける、真下を見る感じ。あ、後ろに下がる。今ね、ちょっと待ってね。後ろに下がれないんだけど、なんで？あれ？なんでだ？あ、こうすればいいのか。あ、じゃあ、こうしてこうしていかなきゃいけない。一回バツで降りて、はいはいはい、B ボタンで降りて。こういうことかな。うん、あ、うわ、いい、いいですね、いいですね。うん、あ、いいですね。別にそんな母評価なくないですか。そうだね。おや、ちょっと無理やり言わせてしまったけど。まあ、いや普通になんかこう十字架モチーフかっこいいぜみたいな、そんなスタイルかな。でも確かにアクセサリー的なことを言うと吉田さん的には OK かもないこれね。うん、うん、なんか吉田さんつけてるアクセサリーっぽい感じ、うん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 、これを書いてほしいと多分みじんも思ってないでしょ。持ってないけどね。自分のアクセサリーに。そう、クロムハーツ的なイメージ。ああ、なるほどね、持ってました。それだったら OK かな。うん、ちょっと墓標っていうのやめてください。こうやって上に行くとなんだろうなんだろうって思ったら、うん、な、お、ん、なんだ、な、お、よし、直樹だーっていう。これは壮大だな。そう、いいですね。ちょっと影かかっちゃう前に、いまだかつてこんな壮大な吉田があったかっていう、吉田直樹があったかって、なかなかないですよ。いいと思うんですよね、これ本当に。これはいい吉田直樹だと思いますよ。作れましたよね。しかも吉田の方は細かくちゃんと書いてあって、そうそう、いろんな、直樹は、うん、結構どでかく書いてある。どでかく、そう、あの太文字なんだよね。これ俺がうまくない、吉田だけ最初見せて下を写すと直樹もってやれたら一番面白いんだけど、ちょっと厳しいな。できるかな。ね、途中でだからこうしてこっから始まなきゃいけないね。入ってここから入ってこう行って吉田でこうゆっくりやってなぁ、おぉ、いけんじゃないですかこれっていう感じだよね。うん、やれんことはない。いける、うん、いけますねこれ。うん、でババ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 ッと、うん、これでで、ビキンビキンビキンっていう、うんうんうん、これ多分江戸さんと一体化してるから私の画面変になってる。そうなの。そうだ、尻尾がずっと視界に映ってた。あ、なんかビクンビクしてないかなと思った。そういうことか。すいません、混ざっちゃった。影が入っちゃったから、これ時間待つしかないな。このまま待ってもらえます？皆さん休憩です。このままにして休憩から。このままにして休憩ですね、これはね。じゃないとずれちゃうから。でもこれ多分影が全部かかってきますよ、この後。いや、夜まで待つしかないですこれ。あ、夜まで夜は映っていいんじゃないか。映せないか。吉田、うん、いや、太陽待ちでエースですよね、ほんとね。曇ってくれれば一番理想なんですよね。こういうとき曇ってよ。天気に愛されないなぁ、なかなか。うん、難しいね。でもこれ、影ができてる段階でちょっともう。いや、シーズンは下直みたいになってる、うん、木だけ被っちゃってるの嫌だもんね。嫌っすね。嫌だね、うん、やっぱ夜まで待つしかないのか。曇り、ね、30分待ちらしいっすよ、曇り。30分か、ちょっときついね。きついですね。もう一回これもういいんじゃないですか。影というかあれは、うん、最悪、うん、あの動画の方でちょっと明るさ調整だけして、うんうん、無茶言うで、そこだけ。金だけじゃなくてちょっと、うん、ちょっとフィルタリングしてみる。そこだけって難しい。なんか 上からエフェクトかぶせるだけみたいなんで。いけるのかな、分かんない。やったことねえか分かんないけど、動画の加工修正は死ぬほどめんどくさいからな。うん、めんどくさいですよ。
20時間待ち。なんだこれ、壮大な吉田直樹。ああ、みこしは確かに普通の人だと思います。なんか人がいっぱいになって見に来たんだろうね。まあ、それはまあ気になりますよね。まあ、気になりますよ。まさか真上から見たら吉田直樹って書いてると思わないもん。本当ですよね、うん、びっくりだよ。OK。 一応まあ動画的には今ので撮れてはいるので、うん、一応大丈夫かな。まあわかんない、エフェクトかけてどうこうみたいなのは、やれたら、やれたらだな。 OK。はい、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、次次はどうしますか。次は、何だろう。皆さん一回あのバラしていただいて大丈夫です。お疲れ様でした。ありがとうございました。すげえあれですね。ありがとうございました。みんなこうムカデ人間みたいになってたんですねこれね。ムカデ人間やめて。ムカデ人間ですよ、うん。すごいすごい。どうしますか続いて。アジムが終わったんだよね。あとアジムだと、あとあのアジム馬に乗ってみんな走るっていうやつが結局、うん、当たりだけつけてできてないんですよね。あれ、あ今晴れてるんで。そうか、じゃあ馬行こうか。前回集まった場所が、うん、この広尾の方だったので、うん、この辺ですね、確か。オッケー、じゃあ馬行こう。ここが砂漠ら辺、砂漠じゃない、草原ら辺。みんな来てる。みんな走ってる。じゃあ俺も走る。馬行くぞ。あ、地面走ってる。走ってるね。俺がね、遅い分逆にみんながこう追い抜いていくからちょうどいい絵になる。いいっすね。うん、ケレル色あたりに到着しました。こっち見たときにスティックの方向はこうだ。馬に乗ってる。装備これじゃないかな。はいはい、これ、ね、ちょっと待って、ね、馬に乗ってる絵で良さそうなのか、なんかあるかな。あー、まあ、これはこれで使えばいいな。これかな。これの方が強い、強そうだよね。これか、ムキギさんだっけ。あ、これもありだけど、あーでも顔見えてた方がいいかな。あまりチェスに空きがないけど、これね。あー、色合い的にはこれは非常に合ってる。満足感が欲しいですけどね。あ、エフェクトがあんのか、スレーブにいるわ。そっかそっか。だったら俺はこっちかな。ナイトメアになっちゃうな。あ、エフェクトないや。ナイトメアはエフェクトは？あ、ないか。うん。そんなありだけどな。でも満足って言ったらこれだな。
馬でお願いしますね、うん、はい。このまたあれだね、この間と同じような感じに勝手に並んでくれるのね、みんなね。そうですね、あの不術師になってる戦士じゃなくて俺がねこれがないからね、ソウルクリスタルがないからね、今ないわけじゃないけど、満足感あるな、これかな、うん、これで目を確かあれだよね、これか、これがいいんじゃない、これじゃない、うん、はい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 、で、うん、急がないと夕方です、大変だ、そうだね、今だね、やるなら、うん、はい、いきますか、グログロが、どういきますか、どっちに、この間ってどうやったっけ、この間は何も考えずに、でもこっからそれぞれの馬たちで走っていく感じにします、うん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 、で向かう方法が、うん、北西方向にこのまま、まあ、北上していくルートか、うんうん、このまま、うん、再開の位置の方、うん、東に向かう感じとどっちがいいかなっていう、ね、ちょっと地図見てもらった方がマップ的には割とどっちでもいい感じなんですけど、もしかすると北上の方がいいのかな、うん、そうだね、俺と山口さんが、うん、とにかく北に向かっていくとして、はい、川またぐか、あーそうね、まあ北に向かうルートと、うん、草原だけ考え、川もバシャバシャしながら越えたか、このナーマのあの像を横目にこのまま東に行くか、うんうんうん、東に行くかだよね、だちょっとこっちのナーマ地域から、うん、ここから出発してドタールか、うん、でこのまままっすぐ東に再開の位置に向かって走って、うんうん、そうそう、でちょうど俺と山口さんはここの、まあ、門というかここから東に向かって走るんだけど、うん、で、まあその、まあ、左右というか南北から、うん、斜めにみんながこう合流してくる感、うん、あれ分からんこう走ってるじゃん、こう走ってくじゃん、はい、そうするとちょっとなんかごめんなさい、ラグがあるからふんわりとしか伝わらなくて、ここのなんかさ地図出してマウスカーソルのがもしかすると分かるかも、あーなるほど、ここあ逆だけどこう向いてて走っていくんだけど、うん、だからこういうルートとこういうルートで合流してくるっていう、みんながこういうルートとこういうルート、みんな東に向かって走るのは一緒、うん、あの再開の位置で会いましょうみたいな、あーなるほど、うん、再開の位置結構塀で囲われてる感じなんですけど、うまいことを、それは別に合流するの多分練習が必要になる気がする、別に再開の位置に入らなくていいのよ、うん、狙ってるとこはそこってだけ、うん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 、手前に川があると思うんですけれど、うんうん、川の、ね、南側に橋が一つあるんですよ、ああはい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 、橋ら辺で合流する感じだとどうですか、合流東に向かっていって、うん、この橋目指すと多分、うん、真っ北から入っちゃう人とかはいないだろうなっていう、うん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 、なるほど、橋のたもとに向けて集まれば多分自然とみんな集まるんじゃないかなと思うんですが、はい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 、どうでしょう、でそれぞれがまあそうね、どのタイミングで入ってくるかお任せしてって感じだよね、このルート上のどこかから入ってきてくださいみたいな、うん、そうですね、うんうん、うん、っていうことだよね、
はい、はい、そんな感じでいければいいかなと思います。はい、はい、じゃあ、うん、あ、俺と山口さんもじゃあここの今俺がいるとこに来てもらって、はい、わかりました、うん、で、馬縛りだから一応なんか動物縛りにとどめた方がいいかもしれんな。あ、そうだね、うん、動物マウントにしよう。うん、動物にしましょう。はい、はい、普通に後ろから追っかけてくるだけでも自動的に合流にはなるんだけどな、左右から入ってくれる人もまあいるといいかなって感じかな。うん、うん、さあ今集合してる人、今放送画面でわかるかな、江戸さんここにおります。今みんなもうちょっと北にいるよね、はい、はい、先の場所にいてくれてますね。集まっていただいて、はい、うん、で、後ろから追っかける班と、まあ北か南から入ってくる。夜になる。夜です。急がないとガチで見えなくなります。みんなここに集まるってことですか、そしたら。ここ、まあでも一回ここに集まるか。でなんか途中合流してくるみたいなイメージができると一番いいのかなっていう。うんうんうん、じゃあ最悪、うん、後ろの方だったら飛んで追っかけてもギリ許せる。ああ、そうそう、画面に映んなければいいだけだから、うん、ちょっと危ないのであれして、うん、OK、はい、はい、ではもう走り出しますので、はい、適度なタイミングで向かって、はい、1回リハーサル2回目ホンちゃんで、うん、これは終わりにしましょう。そうしましょう。完全にナーマが最下位のうち攻めに行くだけじゃねえか、これ。もうちょっとこっから完全にあれですね、うん、はい、襲撃しますね、うん、行くぞーってなってね。 OK、 じゃあ、はい、山口さん一緒に行きましょう、はい、うん、飛行は NG で、あくまでも地面を走る馬の姿ってことですね、うん、はい、ですはい、じゃあ、はい、画面だけして、よし、うん、じゃあ行きましょうか。はい、はい、なんか合図もらえれば。わかった。じゃあ5秒前、4、3、2、1、出発！どこですか？かぶっちゃった。もう後ろからみんな追っかけてるけど、それでいい。はい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 。みんな早っ。だんだん入ってくると思うんだよね、ここからね、この辺から、うんうん、で、江戸さんどこ行ったんだ。もう結構前。ああ、いいね、いいね。ああ、ここ飛ぶの。マジかよ、ダンサー。ああ、難しい。まあまあ、これはまだリハーサルなので、うん、次本番なんで。カメラ動かしながら、だあれだな、障害物避けながらすっげえ難しいな。そう、あれですよね、うん、オートランにしてんのよ、オートランにしてんのよ、うん、足のたもとに向かう。あ、ここか、はいはいはい。1までは入らなくていいかもしれない。1まで入らなくていいよ、1まで入らなくていいよ、うん、はい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 。橋のたもとのこの一番大きい岩あたりまで、まあこの中のどこかのシーンが使われるくらいのイメージ。そう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 。フルで使わなくても別にだから。うん。うん、で、なんか橋この岩越えたらもういいかなくらいかな。そうそうそう。音楽的にはまあ後から入れるつもりなので、その生音じゃなくていいと思うので、うん、だからまあうまいことそのカットカットでやれれば。馬だけにうまいこと。お？今日多いっすね。求めてるかなちょっと思いまして。ちなみになんですけどさ、これこのまま夜で馬取るか、うん、今夜なのでさっきの一文字に一回戻るか。一文字になりましょう。
わかりました。じゃあ皆さん馬のことも覚えておいてください、うん、一文字に戻りましょう。はい、やばい、明けの玉座のたもとへお願いします。これは時間との戦いだぞ、この撮影やばい。じゃあ一文字半お願いいたします。NGC は取れた。 NGC ももう一回取る。 NG… いや、まあ NGC は大丈夫じゃないかな。とりあえず吉田さんですね、うん、うん。はい、はい、吉田さん見えるんじゃん。あ、違う、そっか、上上がっ、ちょっとこの状態で上上がってみます、うん、ちょっと直樹のなとかの雰囲気 見れれば。そっかそっかそっか、ごめん間違えた俺。ちょっと地味なんですよね、うん、あ、でも、まあ、映るか、映るけどちょっと地味、うん、そっか、 NGC なのか、夜撮るんだったら。そうですね、そうだよね、光る方がいい気がする、うん、あ、すごい、でも直樹作るの早っ。早いね、直樹めっちゃ洗練されてる、うん、直樹舞台が、直樹舞台がやばいですね。でも O はもうちょっと上でもいいかもしれないな、うんうん、ちょっと上かもしれない、うん、で吉田だけそう明るい色にしてもらって、うん、直樹はその太文字直樹でいいかもしれないね、うん、なるほど、うん、直樹のキーがただの十字架になってますね今のところ。やめろよ、やめろよ、それじゃなくてもあれなんだから。斜め十字架になってますね、うん、横も一本足りてないっす。直樹のキーのなおなんつんだこれ、なおなじゃなくて目じゃなくて、江戸さん、うんうん、あのキャラクティングに飛行繊維タイプ設定っていうのがあって、それをマニュアルにすると段差で飛ばなくなるらしいですよ。どれいう設定がちゃんとあるらしいです。キャラクターコンフィグ、うん、飛行繊維タイプ設定全体ってことかな。あの、あ、この辺じゃないですか。これか。なるほど。ほんとよくできてんな。あ、すごい、吉田がむっちゃ綺麗にできてる。あー、綺麗綺麗綺麗。うん。うん。ありがとうございます、教えてくれて。はい、ありがとうございます。まさか。そんな設定まであるとは思わなかった。そうですね、初めて知ったわ。良い、吉田のダーの点々が1個足りてないかな、うん、ああ、うん、そうだね、これは惜しいな、もうちょっとだ、もうちょっとで1番か、あそこ吉田の合流してる、あの他の下の線の、あの合流してる縦線のところにもう一人欲しい。今カーワンクルーさんが向かっているので、うん、ここにぜひ、ここに、あ、そうここですよね、うん、ここにそこそこそこ、あ、オッケー、いいんじゃないか、あ、いいんじゃないか、あ、はい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 、いいんじゃないか。あ、早いね、やっぱりあの一回やったから一回リハやってると全然違いますね。もうこれでパパッといけるんじゃないかな。そしたら、うん、点々も OK なので、うん、あとは光るマウントがもし乗ってたら、うん、1回ちょっと離れていただけると嬉しいかも、うんうん、そうね、点々がなんかあれだね、点々ちょっとなんか丸みたいになっちゃう、ちょっとそうそう、うん、2人同じ色がいいけどな、そう、あとそう、あの、ま、あれを消した方がいいね、ミニオンかな、あれ、あ、カーバンクル普通に出ちゃってるのか、カーバンクルですね、エギが、そうか、エギが出ちゃってるのか、エギ消せると一番いいかなとは、そうですね、ナオキのキーのちょうど左横くらいにいる雲に乗ってる方もちょっと後ろに一回、ああ、キントーンの人か、これは NGC の人、わかんないです、あ、いや NGC の人だな、さっきもいたから、うん、なるほど、ちょっと下がってもらった方がいいね、そこ入っちゃうから、うん、うん、結構ね、引くから、カメラを、そう、がっつり入るんですよ。ここは入らんやろって場所が入っちゃうから、すみません、うん、ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。あー、もう、他の濁点だけですね、あとはね。そうですね。超綺麗なんだけど。ちょうどここにいる、うん、
馬さんの方とかも参加してるんです。赤い馬がいたらこれも合わせちゃった方がいいかも、うんうん、色が足んないだけかな。水色の濁点入れる人募集って感じだよね。だからそうですね、水色の馬がいたら、うんうん、がベストなんだけど、点々で入ってもらえると、うん、あっ、お、一発ぶってきた。ああ変わった。 あでもうん、このバランスがいい。それで、うん、それでいいや。で他の人ちょっとあの下がってもらって、うん、はい、すいません。だもうあれです。なくてもう OK です。すげえ。これ確かに夜だと直樹いらないな。直樹こんなにすごいのに。すごいんだけど、これ光った吉田さんの場合吉田だけでいい気がするんだけど。でもすごい引いてみて、実はさりげなく直樹もあったなっていう気づきを得るっていう。ああ、そうね。ちょっとせっかくやってくれてるのでありかなとは思うんですけど、うんうん、一回ちょっとリハで登ってみますね、うん、はい。じゃあ徐々に皆様ちょっと他の方は光る系のものをすべてしまいしまいしてもらえると嬉しいです。なんでな動いてんだよ。なんでな動いたんだ今。全然違う方だ多分。何しとんのやろなって見てる方で、これそうだよね。こっちあの南側っていうかその生側にいる人たち上から見てるよね。そうですね、この光る馬に乗ってる方は、うんうん、多分 NGC じゃない方ですね、うん、え、光る馬どれだ今映ってる赤い、ああ赤いのね、うん、うん、多分なんか書いてんぞこいつらってなってる人だこれ、うん、直樹はね光らせらんないんですよね。これライトがつきゃなあ。確かに、うん、ライトがつくと面白いんだけど、もう一回じゃあちょっとやってみますね。この辺かな、うん、よしだー。なお木まで入ってますよっていう。なんだろうこの壮大な吉田直樹。何を俺たちは一体何をしているんだろう。分かんない、なんだろう、おかしいな。おまけでやったはずだったのに、うん、割とメインになってるんですけど。そうっすね、うん。いや直樹が光るマウントでやるといいんだけど、多分ね人員不足だと思うな。人数的に厳しいでしょ、うん、そうですね、うん、このサイズのマウントがあってようやくって感じがする。そう、これネガリアでかいからこの人数でいけるからな。吉田と同じ感じだと、うん、それを光らせるってなんかやり方ないか。あれ、うん、シャウトですごいですって入ってきた。やばい。誰か一人代表でありがとうって言っててください。シャウトすごいです。なんだろう、なんて言う、タイの方も なんか言ってますよ。アライアンスじゃねえ。あれシャウトって知ってんのか。あれ俺、あ、なんでアライアンスになってんだから。シャウトに変えたよ、ね。はい。なんて、なんだろうってなってるよね。光らせるのはできないかな。ち
ちょっと厳しいかな。まあおまけ程度だと思ってるので、うん、直樹は。あ、ほうワンちゃんのほうをみんな持ってないだろうし。ああ、数的な意味でね、うん。大きさとしては確かにあるんですけれど、うん、直樹組の皆さんが持ってるかというと、クジラも結構地味っすね。クジラ、ね。離れちゃうと存外。あのだったら直樹の方がって感じかな。じゃあ言ってかかんねん。直樹の方じゃねえ。レガリアの方が。ちょっと時間もないので、パッと決めましょう。どっちにするのか。もうこのまま直樹にするのかしないのかを。まあこれはこれでいいにしましょう。じゃあレガリアで、直樹はレガリアにしましょう。はい、これでいいと思います。はい、まあでもさっき取ったやつで多分問題ないと思うので、良い気がする。じゃあ NGC 作りましょうか。はい、じゃあ、嵐です。はい、直樹の皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。先ほどのメンバーの皆さんでもう一度 NGC を作っていただき、吉田メンバーで NGC に変えてもらって、はい。はい、場所も完璧なので、その位置でできると理想です。そうですね、はい。本当その位置完璧なんで、だから吉田の用はそう縦棒の部分はそうそのままでいいと思うんですよ。うん、素早すごい早いね、工事が早い早い、うん、早い、このさんもそのままビデオにできるレベル。今作られていく姿が面白いもん。うん、あ、できてる、ほとんどできてる。あ、いや嘘、 C のやっぱり下がやっぱりちょっと足りてないかも。あ、いけるかな。 C がやっぱり一番難しいのかな。C 丸難しいですね。これ NG 集だもんね、これね。そうですよね。あのメイキング集、あ、そう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 、そして、DVD 収録されるやつですよ。あ、C 良さそうな気がする。若干 G がちょっと、本当です。C がもうちょっと、もう。もう2カーバンクル左に寄る感じかなっていう、ちょっと離れてる。そうですね、ここかな。うん、そう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 、ここに一番端っこの方が、あ、うん、完全に上から見てないか、完全に上から見てないか。あー、でも、うん、そうだね、うん、このラインに向けてちょっとここら辺、うん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 、はい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 、ああ、いいんじゃない。うん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 、ああ、ちょうどいいんじゃない。うんうん、綺麗ですね。ああ、はい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 、あ、むっちゃ綺麗です。うん、素晴らしい素晴らしい、これは素晴らしい。マジで素晴らしい、有能有能すぎる。有能ですね。あと、あの左右にサイリウム舞台の方はいけるんだったら赤で、うん、赤でいけると素敵かもしれない。はい、じゃあもうここでここでこう、一人夜に乗ってる方がいるんだけど、夜の方、これは NGC の方と違う方かな。どれだ、手前に、あ、手前の人多分 NGC じゃない気がするけど、違うかな、ちょっとかぶっちゃいますね。今ね、抜けてってくれたら、あ、じゃあ一回カメリハを挟んだと思えば、はい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 、まあ NGC もこれ NGC の墓ですけどね。だからなんで墓になるんですか。スローモハーツだから。スローモハーツだから。明らかにね。母標シリーズですよ、だから。いや、綺麗綺麗、これもう一回撮れればいいかな。そうね、周り誰もいなければ、ね、結構マウントが、あるマウントがちらほら入ってきてるんですよ。あ、なんかやってるなっていうので、やっぱ見に来てるっていうのがね、あるから、そうですね、あの、撮影されてます、この辺の方が。あ、なるほど、そっか。上のキラキラが、そう、 G の横棒はどうしてもね、そうキラキラしてるの入っちゃうね、うん、もうなんかこうなると、
絵文字シリーズ全部やりたいわ。一文字シリーズか。モルボルとかさ。ちょっと待ってくださいね。人待ちです、うん。メトセルクって書いて、好きだぞーって書いて。人数さえいれば、ヘイヨーティターニアって書きたいもんね。うん、書きたいですね。うん、ちょっとお一人が、一人ピカピカのマウントなので、うん、待ちたいけどどうかな。うん、NGC の方じゃないので、ど真ん中なんですよね、ちょうど。うんうんうん。しばらく動かないかな。どうだろう、こういうのって言っていいものなんですか。うん、いやーまあこっちがそう迷惑かけてる状態なの で、ね、もうしょうがないかなっていう、あのみんながいるところで勝手にやってるものなので、うんうん、ちょっとど真ん中なので一回待ちたさはありますね、うん、でもあど真ん中なんだ今、うん、一回あちょっと動いてくださったか、あ本当にあ今行けます、今今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 今いいタイミングで飛びました、はい、さすがです。オッケー、じゃあ行きますね。素晴らしいタイミングだった。はい。きまーす。ちょうど入ってきやった。ちょうど差し込んできた。くそ、狙ってたかのように差し込んできたぞ、今。なるほど。なかなかあれですね。やっぱ夜光るからなんだろうな。うん、そう、なんか、うん。一応ほら、14プレイヤーもさ、うん、あの14時間放送で NGC のことをさ名前ぐらいは聞いたことある人もいるだろうから、あなるほど、うん、トンベリだしね。ちょっとチョコボの方が連れてくださったので、うん、チキークいけるかな。マジで OK です。ちょうどだったもんね今ね、うん、すごいですね、いいタイミングで、うん、スッと入っちゃうね、うんうん、一番いいポイントぐらいのところで入ってきたからね。うん、まあ、最悪これを逆再生するとかでもね。ああま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 あ確かにそれもね、うんうん、いける。じゃあ行きまーす。もう大丈夫でしょ。行けます行けます、うん、大丈夫です。あーオッケーオッケーオッケー。まあ完全に一番上までねやる必要もないしね。うんうん、まあこのくらいまでの画角でも全然綺麗ですもんね。そうそう、これが、ね、要するにあのこれとこれが終わってふーっつって吉田直樹に変わっていくっていうのができるからさ、うん、そうですね。あのバババババって なってるところでさりげなく吉田直樹でもいい。あここでってこと。ここで吉田直樹、ここでリゾルブでこうスーってなったと吉田直樹。でリゾルブ変わった後にこの収まるのをよく見ると下の方にちゃんと直樹って書いてある、うんうん、そういうことね。NGC はじゃあこれで OK ですかね。 OK ですね。このここのあの絵文字というか江戸と K を作るって書いてあったんですけれども、うん、それこれを作ってさっさと作る感じですかね。いや俺それどっちでもいいや。もう NGC と吉田直樹だけでも十分お腹いっぱいな気がしてきたわ今これ。じゃあもうひとまずこれで終わりにしますか。うん、そうかな。うん、あのだいぶこれだけで時間食いまくってるからね。うん、うん、そうですね。はい、いやありがとうございます。さあ、ということで、うん、じゃあ一旦ここから撤収しましょうか。はい、じゃあアジムステップ撤収でお家に帰る感じ、うん、一回そうだね、うん、はい、じゃあ家に帰って家でリハーサルしましょう。はいはい、ストギレッジゴーゴー。うん、これは本当1ヶ月どころじゃなくかかるね。いろんな素材を取ろうとするとね。ああ。アジブの皆様お邪魔しました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。今日はバトルコンテンツも行きたいねって話を本当はしていたんです、ね。無理じゃねえかな。うん、さ浜辺にしますか。家からのやつにしますか。前回やった家から浜辺に歩いていくっていうやつをもう一回やってみるか、うんうん、ちょっと回線のガクガク具合とかも、はい、そうね、この間ちょっと回線がっていうのはあったので、うん、これにして
じゃあちょっと皆さんも一回家に入ってみていただいて、うん、家に、はい、はい、まずは江戸さんの負荷チェックから。そうだね、この間と同じ画角にします。はい、じゃあフィックスしたら私位置ずらします、はい、フィックスしました。はい、この辺は映ってます？今は映ってないですね。じゃあここでいけるか、うん、豚が映ってます。豚は私じゃないです。伊豆さん、ちょっと放送を見ていただいて、このくらいの画角はどうでしょうか。ああ。多分ほぼど真ん中、うん、ちょい左の画面に皆さんが現れて、そのまま右に抜けていくっていう絵が撮れると思います。うん、顔のアップはここいいかな。ちょうどいいと思います。はい。はい、じゃあここにしておきます。うん、オッケー、オッケー。あれだな、昼間にリハがあって気づいたら夜になってるパターンですよね。そうですね、大体だから今夜のうちにリハをしておけば、リハをして朝になるはず、うんうんうん、あ、そうですね、一応ミニ音とか一応消せる方は消しておいていただけると、うんうん、そうですね、はい。もうね、天気合わせね、無理だよ。運だよ。すげえ頑張ってくれてるけど、うんうん、あ、これに関しては FC メンバーじゃなくても別に参加していただいて大丈夫です。ただ歩いていくだけですから、うんうんうん、全然いつも放送を見てるよっていう皆さん、そうそうそう、全然そこは OK です。デバコも教えてもらう。デバコも公開サーバーで使っちゃダメでしょ。ダメでしょ。そもそもできんのかって話だな。サーバーで使うものでしょ。あのなんだろう、版です。そうですね、多分吉田さんですら版になる。そう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 、うん、取締役とはいえダメですって。うん、ダメなものはダメなんで、うん、版ですって言われてる気がする。歩いてくところを撮りたいから止まってるっていう何かはやめた方がいいかな今回は。うんうん、あ、そうですね、まあ、とりあえずひたすら歩いて、うん、ゆっくり、うん、家から外に出てきてそのまま歩いて、うん、家を出たら右折して下に降りていくっていうルートで、負け棒の方まで行くっていうルートで大丈夫です、うんうん、です。で、一回行ったら戻っては来ないでほしいかな。あ、です、ね、終わるまで、うん。じゃあそろそろ OK でしょうか。ね、まだちょっと今後からFC 面じゃない人も入ってきてるって感じなので、はい、うん、いいです。じゃあもうちょっと待ちましょうか。はい、でこれが終わったら次は、うん、こう抜けた後に次は浜辺に行く道を取るか、そこを一切カットして浜辺のさっきのなんか右に行ったり左に行ったりみたいな雰囲気を移すか、うん、浜辺まで歩いていくやつは、うん、ありだけどな。じゃあそれも一緒に撮りますか。もうゆっくり歩いてるっていうオートランで普通に歩いていくだけだから、うんうん、でみんなが待ってるっていう状況だよね、うんうんうん、みんなが歩いていくんじゃなくて、あ、まず、うん、主観カメラなのでみんなが歩いていく姿はまず撮ります、うんうんうん、でちょっとごめんね、頭の中ですごい絵を今思い浮かべてる、うん、はい、大丈夫ですよ、歩いていきますよつって、そこ でミストビレッジのあそこの浜辺のところになったら主観を切り替えればいいのか、これにすればいいのか、急すぎるな、だったらこの辺か、でこうカメラ上に振るみたいな、はい。はい、ありがとうございます。はい、うん、一旦とりあえずここの今負け棒までみんなが出てから、ハウスから出てから、うん、そこまで歩くを今一回リハしましょう。はい、この間負荷がちょっとあったっていうのもあるので、はい、うんうん、そこも含めて、うん、はい、あとそうね、
そうハウスはハウス NGC のハウスだからみんな NGC の、 あの FC の人ではあるのかもしれないけど、そう放送と関係ないことをやってる人ももちろんいるはいるからさ、そう長くやりすぎちゃうとね、うん、そうですね、うん、OK これで OK かな。一旦じゃあちょっとそこの歩きだけやってみましょうか。はい、はい、お願いいたします。じゃあ、 合図出します。はい、じゃあ ET 今4時4分なんで、うん、4時15分どうでしょう。 ET4 時15分、4時15分はいはいはい了解、はい、うん、じゃあ ET4 時15分からスタートで、はい、はい、見た目とかはもう好きな格好でいいですよ。なんだろう、通常14の中でできる格好であればバンとかはされないはずなので、そうですね、うん、全部脱いでるとかだそうそう、さあもう始まりますね。はいよっ、じゃあいきますここは気持ち楽だわ、見てるだけだから。そうですね、うん、動かさなくていいから。ただまあこの間みたいにカクカクしなければなみたいな。あ、順調順調、超順調、うん、今のところ綺麗な感じしますね。超順調、めっさ順調。やっぱこの間回線がやっぱりあったな、開かだな、うん、超順調だもん、うん、いいですね、うん、すげー数数。あ、でもな意外にララがいないのはなんでだろう。たまたまこれから出てくるかもしれない。あ、ララグループがいっぺんに出てくる可能性あるのかな。かなあ、うん、ちょこちょこうっすらなんか見えたな。あれ、こんなララいなかったっけララグループ来ましたよ。ララグループ来ました。あ、来た。すごい、みんなララフェルだ。あー、こいつら組んでたな。組んでますね、これは。完全にララで行こうぜって言ってたな、お前ら。第一ララ部隊からの第二ララ部隊来ますよ。絶対そうだよ、これ。赤っお前、赤いな。そんな赤いの。真っ赤だ。うん。いや、なんか要素が多いよ、お前。なんか要素が多かった。どうだろう、そろそろ終わったかな、うん、ちょくちょく、うん、これで終わりかな、これで終わりかなっぽいね、うんうんうん、はい、じゃあここで一回締めましょう、はい、あ、これでさ、これ今夜だからちょうど今の逆で入ってくのやってもらっていい。あー、なるほど。あの家にお帰りっていうので帰ってくる絵っていう、出てくじゃなくて、昼はさ出てくっていうのでいいと、良いと思うんだけど、逆に今こうハウスに入っていくのをちょっと見たいかも、うん、じゃあやってもらいましょうか。うん、ちょっと、うん、歩き、あー、ここは歩きでも走っててもいいや、どっちもいいや、うんうん、じゃあ歩きか走りか好きな感じで家に入っていく、うんうんうん、じゃあ ET5 時7分なので5時20分スタート。すいません、みんなもう入ってってます。じゃあこのままやりましょう。やりましょう。うん。多いな。すげえ入っていった。すげえ入っ、すげえ帰ってきた。みんなすげえ帰ってくる。これもうちょっとドア側で見た方がいいかな。あ、山口さんの方ってこと？まあドアはでもみんなそこで一回ほらドア選ぶのがあるから、うん、あんまりフューチャーしなくてもいいのかなとは、うん。どうですか、でも細かく。いや。全然ありだと思うけどね。あの要するに同じ画角で昼と、うん、その夜っていうのやった方がいいとは思うので、うんうん、そういう意味では全然 OK かな。 OK です。じゃあ、うん、なんでララは一緒なのみんな。スレションみたいになってるじゃん。そう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 。なんでみんな一緒に入ってるのかね。こう逆に面白いんだけどこの人。
こんなもんかな。OK かな。はい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 。OK。じゃあここはここで、もうあの動画に関しては、夜はもう、うん、全然こっちで勝手に録画してるなので、あ、うん、ET 5時40分なんで、もうすぐ夜が明けるよね。明けます。じゃったら今度夜が明け始めたら明るくなっていって出てくシーンやりましょう。はい。うん。多分6時半7時くらいですね。ちゃんと明るくなるの、朝っぽいのは。だっけ。6時はまだ、うん、まだちょっと暗いか。ちょっと残ってるんで。あの7時くらい見えます。早番出社の人はいてもいいかんないけどね。そうですね。一人なんだ遅れて入ってきた。そう、ずいぶん遅れて入ってたな。遅刻遅刻って言いながら帰ってきた。朝帰りですよ今。だから朝の寮長のチェックにいないと、あ、6時までにいないと、そう、夜中お前出かけてただろうみたいなさ。じゃちょっとあれじゃない、うん、不良ラフェルじゃん。あ、そう、うん。ああ、家の電気消えました。家の電気消えましたね。はい。いいですね。もうちょっと空の色が今、うんうん、私の画面だとまだ赤いので、ああ本当だ、朝焼けって感じですね。ちょっと、うんうん、多分、うん、朝っぽい色になった方が綺麗な気がします。うん、うん、うんうんうん。なので少しお待ちください。はい、お待ちください。ああ、なんかあれだな、すげえ。MMORPG だからこそのこの、うん、でなんだろう、このハウジングとかみんなでのこの FC ハウスとかがあるからこそのやれることっていうのがすごいね、やっぱね14ね、うん、すごいですね、なかなかね、みんなで集まって何かをやるって時にこういう風にできるのってそんな見たことないからな、うん、今まで、うん、そうですね、しかもまあ毎週ちゃんと決まった時間にやってる放送だからこそ、うん、みんな同じ時間に集まってちゃんと参加できるっていうのもありますよね、うん、そうね、なんかね、やっぱレギュラー放送ってね、ほんとすごいそこが利点なので、うん、うん、そうですね、そうそう、こういう放送やってよとかスポット生放送とかいっぱいあったりするんだけどね、やっぱり、うん、あの周知されてるっていう意味ではレギュラー放送 毎週ここでこれやってますは大きいですね。だいぶ赤さはなくなってきたんですけど、うん、待ったまもうちょっと行った方がいいかな、今そっちの開始を見る限りは、うん、そうですね、うん、まだちょっとしらっとした空な感じが、そう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 、うん、はい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 、もうちょっと、こっちの画面はね、意外にいつでも大丈夫な感じではあるんだけど、そうですね、そう、うん、やっぱり空が映る、それを考えるとね、もうちょっと青空感に似てないかな、ね、なんかまだちょっと曇ってる感があるよね、うん、そうですね、まだ朝焼け感が、で快晴なんだよね今、快晴らしいですね、快晴だからもうちょっと待つしかないかな、うん、え、あと4分で曇る、行くか、7時スタート、 ET7 時スタート、はい、7時スタート、うん、7時スタートね、うん、うん、7時スタート、はいはいはい、 OKOKOK、 OK, OK, OK、まあ、朝感が出てるからいいと思います、うん、はい、もう朝です、7時になったらさっきと同じ感じで、うん、みんなバケボの方までゆっくり歩いて行ってください、はい、マジでさあ、あと1分 ET1 分、一人フライングしましたね、ちょっとフライングしましたね、まあギリギリここから使ってもいいしね、うん、なるほど、今、うん、ちょうどね抜けてったところからでも、うん、あ、出社だからジョブごとになんか持ってたりもするんだ、で朝やべえ寝坊したやつがいましたね、はい、今、ああ、ね、ちょっと、ああ、ちょっと伸びをしながらとか、ああ今日、あ、だるーってやって、ああちょっと足やっとくかっつって、うん、ちょっとね、多少そういうの入れつつっても全然 OK ですよ。すげえな、この量。あのどんだけの人が同じ時間に出てくんだろうみたいなね。
なんか多分これみんな同じ仕事に向かってますよね。うん、多分そう、冒険者ギルドに向かってるんじゃないですか。うん、ああ、なるほど。そう。8時から受注ができるようになるから、うん、ちょっと1時間前からちゃんと準備してギルド行っとくかっていう。で、あのほらクエストは早い者勝ちだからさ、はいはいはい、ゴブリン退治今日行きたいけどみたいな。うん、あるかなみたいなさ、それで早めに行かないと。並びたかったらちゃんと早めに行って、うん、早めに並んでおかないといけない。うん、そういうこと、そういうこと。あ、出たらラフェル幼稚園がすごいことになってます。これ寮じゃなくて新宿駅って言われてます。品川かもしれないけどね。うん。うん、新宿渋谷駅かもしれない。品川はやばいしね。うん、お前サイズ感おかしくね、その頭。そうだ。お前のサイズ感おかしくねえか今の。これで終わったかな。うん、はい、じゃあここで切ります。うん、はーい、最後、はい、ありがとうございました。サンクレットもちゃんと出社したわ。うん、いましたね、いましたね。はい、じゃあこれでみんなが歩いていく姿を追っかけるというか、ゆっくり歩いていくのを追っかけるってやつやりましょうか。すげえ。先に俺らが行ってないとダメかもしれないな。あ、じゃあ皆さんに多分このこのラインで後ろら辺にちょっと詰まっていただいて、うん、我々がこのエーテライトら辺、うん、この辺から出発するとかでどうでしょう。うん、そしたらちょうど江戸さんの画角が見切れたら辺になってるので、うん、で後ろからみんなが入ってくるみたいな感じですね。この辺から後ろに行っていただけると今はあの撮ってないので走っちゃって大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。さっきのサンクレットさんちゃんとなツイーターついてたらしいです。出た。命かけてるからね、やつあれにね。そうですね。うん、じゃあこれで私と江戸さんだけちょっとこの辺から始めます。うん、はいはい。でも結局追いつけないのか俺らに。だから横向いたりとかしながら歩いていけば多分まっすぐ歩いてくる人は、ああなるほどね、多分後ろ歩きとかすると絶対追いつかれるんで、それかもう定点カメラとしているかだよね俺らが。ああ、要所要所にっていうやり方、はいはい、江戸さんが紛れてる姿と私が紛れてる姿を入れてってもいいかもですね。うん、そう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 、最初ちょっと停電するので江戸さんさりげなく、うんうん、この辺くらい、あ、ちょっともうちょっとしたこの辺くらいどうですか。結構意外と皆さん、あー、あそこかどこにいんのかなと思った。いたいたいた、あ、ここかな。うん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 、はいはいはい、この位置で、うん、このまま、うん、階段に抜けていってもらう。うん、もう曇ってるのはもう気にしないんです無理なんでOK。 じゃあこれで一回行ってみる。そうしますか。はい、じゃあ江戸さん歩き出したらもう皆さん歩き出しちゃっていいです。はいはい、じゃあ行きます。負け終わってまでは割となんか、うん、ちょっと派手めな動きとかジャンプとかしても全然大丈夫だけど、うん、そこから先だと他の方が隠れちゃう可能性があるんで、うん、ちょっと控えめに歩けるといいかな。そうね、座ってんな。カメラ見えてるじゃないですか。まあ俺の画面は使わないじゃんこれは。これ山口さんの方のやつを使うから。はい、うん、もうちょっと右に振っててもいいな。あ、でもどうだろう。人の洪水だ。わあすごい。
あ、じゃあこれでこのまま私歩いてくるかな。あ、でもこれで、そう、あの一回みんな戻ってもらって階段の上から山口さんと共に下に下ってくる絵が欲しいかもね、うん、じゃあ次この上から、うん、これでちょっと離れ気味の緑のラインくらいから行けるといいかな。草の生えてる場所から前に進むと、うんうんうん、頭が見切れてますとかにはなる。そうだね。これもじゃあ私先行でいいですか。それとも途中から出てきます。どっちもありだな。一回とりあえず先頭で行きましょうか。はい、はい、了解です。なんで戻ってきたの。はい、じゃあ歩き出して2、3秒くらい、ちょっと2カウントくらい待ってもらったら後ろついてきてもらえるとありがたいです、うん、はい、じゃあ行きます。はい、すげえ数だな、すげえ数だな、こう見ると。なるほど。うわー、来るな。なんでララフェル幼稚園でしょ、ここから。なんでステルスしてんの今回。なんでステルスしてんのか、サンクレット。まあ、ツイッター見れてからステルスになってないけどね、それね。OK。はい、OK です。はい。ここ定点終わった。階段のショットも考えたんですけど、それよりはここかな。どこ？うん、どこだろう。ちょっと多分画面見てもらった方が早いかも。ああ、ここね、はいはいはい、この階段を下ってくるところをってことね。おおです、ね、じゃあここもう階段のちょっとそんなに多くはいらない気がするか。あ、もう階段いいから、まあスロープでいいんじゃないかな。うん、ここのスロープ降りてくるところかな、うん、ああそう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 、あ、うん、地下地下なの、うん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 、となるとここからって感じか。じゃあこんな画角かな。え、どれが見えてるの。これがアーチだから、これが俺か。あ、じゃあ入っちゃった入っちゃった。あのそっちの画面見ながらキャラクター動かしたら全然違うところに挟がってた。あ、そこは見えてます、うん、そんち。あ、これだよ、ね、後ろの階段から、うん、ここだよね。ここから行きゃいいんだな。そうですね、うん、そこからだと見切れず降りてこれ、はいはいはい、じゃあ江戸さんのここの後ろにみんな待機してもらって、はい、うん、あまり塀の奥、塀というかなんかその踊り場の奥に行くと見えちゃいますね、うん、なんつうの、展望台じゃないけど、ベンチが、うんうん、ベンチがあるところ。そうそうそう、 OK、気に打たれてるガラフェルがいい。かな。うん。OK。はい。じゃあ、江戸さんの方行きますね。一応まあ主観で行きますけど。はい。じゃあ江戸さん動き出したらもう行っちゃってください。お願いします。はい。ます。大移動。
いいですね。すごい、なんかいっぱい人いるね。エララビル軍団も来るし、来るしね。これで最後は浜辺に入ってもらうか並んでてもらうか、どっちがいいですかね。最終的にやっぱ浜辺に並んでてもらってこのそこに入っていくっていうの方が綺麗ですよ、うん、そうそうそう、この最後の一人のところ完全に入ってた。もう後ろ向きに歩いていくっていうカメラのことを見せたから。じゃあちょっと私の方のカメラ終了します、はい、で山口さんがここからこうまあ普通に、あ、まあ違うな、山口さんだけじゃなくて俺ら2人だな。そうですね、多分だから、うん、この辺でもう横に並んでこのまま歩いていくみたいな配置なんで、私こっちが行ってもいいですか。ああ、そうかそうか、はい、じゃあこれで、うん、ちょっと一回テストで歩いてみます。はい、せーの、ちょっと楽。そうするとみんなが待ってるよみたいな感じで、左右左左反応が楽だ。ここ開けてください。なるほど、ここじゃ通路です。それで、ここにこう止まるみたいな、うん、はいはいって感じかな、うん、さんの後ろから見ていくとね、俺の方が背が高いから、うん、そう、あのカメラ的にこうなっちゃうからちょっとね、まあもうちょっと後ろからだったらあれか、こういう風に上げられたっていうか、うん、そう、なんか一人主観視点でもいいかもですね、もしかすると、うん、ああはいはいはい、なるほどね、どっちかで2人の姿を収めてて、うん、どっちかは主観視点で見てくってやるのはもしかするとありかも。だったら山口さんキャラ、俺が主観、私の、そうですね、江戸さんが主観でちょっと前歩いてもらって、うん、で私がその後ろを追うように普通、うん、通常カメラでこう追っていけば、うん、江戸さんの主観にも入らないし、うん、いいのかな。あ、いや俺の主観カメラに山口さんが入ってほしいね、うん、逆に。お、山本、うんうん、あ、そう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 、で山口さんこれから始まるぜみたいな感じで、うん、山口さんに最初に歩いて回ってみたいなイメージかな。なるほど、うん、じゃあ実は江戸カメラでしたっていう感じ。そう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 、ちょっとじゃあ戻りますね。浜辺足跡めっちゃつくな。すぐ消えるけどね。そうですね、この辺かな、この辺ですね、はい、で山口さんがそこに泊まってもらって、俺山口さんの後ろに、私両方2人とも見てていいですか。ん、あ、とりあえず2人の絵面で残しておきます。これでロックしとけばいいのか。あ、ロックってあれ、そっか、キャラレックがどうだっけ、今あれ変えちゃってるのか、まあいいや、ズルしようとしたらごめんなさい。はい、曇ってんな。まあまあいいや、はい、もう一回軽く歩いていく感じでいきますか。そうですね、はい、はい、うん、じゃあ、うん、あ、間違えた、座った。急に座った。いきます、はい、俺の方が早いな、なんで。なんか私多分止まっちゃうのかな。なんでだろう。
俺がインコースを攻めすぎたとかそんな感じ。いやちょっとなんか歩みが怪しかった。あマジで。それかもしれない。なんか。歩いていこう俺失敗してる間違えた今右スティック押し込みと左スティック押し込み間違えたわごめんごめんもう一回行こうもう一回行こうどっち見ちゃったからちょっと途中追い抜いちゃったからさ私もちょっともうちょっとちゃんと歩きますスラッシュをして歩きボケにするかな。ああはい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 。それもできるか。うん。うん。俺でもあのオートランにしてるから別に走んないけどな。あれ歩き固定って どのボタンでしたっけ？ね、なんかの時にね間違えて出ちゃってねロックされて困るやつね。なんだっけ？何か押しながら何かなんだよな。気がするんだよな。シフトスラッシュ。これがまあもう単純にもうちょっと後から行け、後ろから行け。なんだっけ。あ、点キーか。点キースラッシュ。押してるんだけど反応しないんで多分。あ、俺点キースラッシュなってますね。うん。ダメっす。これ完全にもう走れないですね俺。ダメっす。キーボードだったらだけどノートのやつちょっとわかんねえな。いや、ノートもそうなんですけど、多分それで誤作動が嫌なので、ああ、はい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 。キーバインドで、うん、丸ボタンを押しながらがそうなの？え、そうなの？え、俺しか知らない。全然ゴリゴリ走る。ゴリゴリ走る。あ、うん、走るね。俺も走るわ。多分そういう設定全部、あれで切ってる気がする。うん、そういうことか。バツ？ダメだね。ステアリング移動でしたっけ？一回ナームスラッシュにしてみる。うんうんうん。ステアリングって横移動だっけ？あ、ここなら A だよね。そうだよね。俺今 A 押し、あ、なった。あ、歩いてる時じゃなくてか。うん。確かに。そのキーパーの設定どれだかをちょっと教えてほしい。山口さんって。あれ？コントローラー、PS4 コントローラーだっけ？そうですね。普通に。どこを設定、どこの設定なのかを知りたい。コントローラー、ウォーカーかな。自己解決した気がよ、聞きます。あ、本当に？うん、いけました。大丈夫です。オッケー。キーバインド設定の場所は分かりました。オッケー。後で削除する。はい。はい。じゃあ俺ちょっと離れたっかよ、ね、はいじゃあ OK です。はい、はい、了解です。じゃあ一回いきます。はい、別に喋っちゃいけないわけじゃないんだけどなんとなく喋っちゃいけない感じになるんだよね。わかります。なんか仕事でもカメラ入ると黙るしなみたいな多分そういうの、ね、そう一回なんか黙っとかなきゃいけないっていう雰囲気になる、うん、はい終わりました。めっちゃ吹き出してきた。これで、まあでも今のでも大丈夫かな。うん。で、最悪次のところちょっと変えてみる。うん、そこだけ別テイク取って。ただ単純にここから来て振り向いてみんなを見るっていうのも結構難しいので。うん。じゃあ振り向きのところ取れば。うん。どうすればいいってことかな。
それか単純にここに今入ってきたところの絵からつなげて、もうこう舐めていくかだよね。まあ普通の速度で撮ってってちょっとスローテンポにしてもいいですしね。うん、ああそうそうそう、でこう戻ってきてみたいな。普通に歩いてカメラ回してると割と速いから、うん、うん、ああそうね、うんうんうん、うん、はい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 。今撮ったやつで結構つなげられ、つなげれば何とでもなりそうな気がする。うん、うん、じゃあ OK ですね。はい、じゃあ最後馬です。馬、時間的にそうか、馬か、14時、はい、最後馬です。みんな、はい、あれだ、急いで馬です。アジムステップの逆戻りです。アジムステップです。うん、危ない、全然馬、そうだよね、うん、うん。いや雨降ってますね。わお、最悪。馬取れないな。雨何時に終わりますか。しばらく続くかな。じゃない。これさ、ちょっとさ、傘持ってる人さ、ちょっと。ちょっと俺んとこ来てもらってさ、全員ここで傘差そうぜ。まあみんな黒持ってるとは思うけど、うん、色はまあどっちもいいや。椅子邪魔かな。椅子何これ、ちょっと邪魔だな、うん、それね、映ってる。傘以外入らないでもらっていい。すげえ傘入ってたね。まあ、別に俺が映ってなくてもいいですよ。カエルの傘いいですね。カエルの傘、あー、なるほどね。正面から見ると見えてる。あ、これ、いや後ろかと思って前だな、これ。雨の戦士たち。雨戦。雨戦ですね、これは。雨戦です、ね。うん。あ、ハート出てきた。雨の戦士たち、ちょっといいね。うん。いいですね。ハートとソープバブル出してほしい。うん、おお。なるほどね。ちょくちょく落ちてくんだけど。あの落ちてた面をさ、ギリギリのところにやろうとしてちょくちょく落ちてくんだよね。なんかこれ、うん、あの止めでパンパンパンって3ショットぐらい一気になんかの切り替わりで入れたい。ここと横もか、あ、こういうね、うん、で、ちょっと邪魔です。ジャンジャンジャンとかに合わせて切り替えるみたいな。そうね、これで飛ばなくていいよ、飛ばなくていいよ。サメが来た。あー、でもサメ飛んでいくのはありだけどな、雨降ってるし。うん、でもこの泡とともにサメは割とありでしたね。ありだね。うん、まあ、止めだから別にどうとでもなるかな。うん、最悪止めなのいらないなってものは消せますね。うん、そうね、馬バブルじゃなくて、ね、一回そこ、うん、ああ、OKOKOK。後ろ、バンバンバンっていくんだったら、後ろ、横のショット、うん、あ、横ショット、前でもいいし、うん、前、横でもどっちもいいか。真上どうですか、真上。真上。ちょっと気持ち悪いな。気持ちが悪いね。富士通じゃないか、これ。富士通
くぞこれ。これ富士壺案件だからやばいかもしれないですねこれね。人によってダメですね。心に富士壺が。これはちょっと嫌なんですね。苦手な人いますねこれね。そうですね。ここ想像以上に富士壺でした。ここがギリかな。ここがギリか。はい。うん、また富士壺のスタンプがいっぱいゾワゾワする。これはゾワゾワする人いるわな。落ちたね。 OK です。はい、馬今日取れないですねこれね。馬無理ですね。あとなんかどうします。23時半か。そうなんだよ。自分あの、うん、ここで告知しますか。あー一旦ね、ちょっと晴れるかもしれないからさ、うんうん、あ、曇りになった。あ、うん、曇り出てきたんじゃないの。曇りになったね。ちょっとさっきのとこ走ろう。じゃあみんな行こう。うん、まあ、いいぞ。なんか天気が出れてきましたね。ちょっと出れてきたね。まあ、うん、曇りではあるけど、まあこのぐらいだったら全然。そうですね、うん、なんかがっつり曇りっていうよりかは、うん、ちょっと雲が出てるねっていう方の曇りっぽい、うんうんうん、あの急げ急げ、もう16時なので一発撮りですよ。一発撮りです。これはもう泣いても笑っても、はい、もう、はい、なんか適当に撮ったやつで、うん、切って貼ってみたいな感じで、まあまあ切って貼って切って貼ってで、うん、雰囲気が伝わればいいかなくらいの感じで、はい、さっきの通りのマウントで動物縛りでお願いします。お願いします。さっき自分が、まあ、乗ってたやつであれば、うん、まあ、基本的にはってやつ、ね、そうですね、うん、とマウントユニコーン。これはこれで絵になるからな。うん、で、車ET1634 なので ET1645 目安どうでしょう。エト、うん、さん、あ、俺に言ったらごめん、はい、今、あの絵を見てた。あ、すみません、1645に私たち出発して1646に皆さん出発してもらって追い抜いていく。はい、了解です。はい、じゃあそれで、はい、行きましょう。まもなくまだみんな来てないか。でも大丈夫かな、うん、いけるか。うん、まあまあ、じゃあ、あ、あの人が来たら行こう。 OK です、うん、はい、じゃあ行きましょうか、うん、せーの、はい、あれ江戸さん来ない。来てる来てる。うわー、すごい後ろ見ると、すげー。あのさ、馬じゃないやつが混ざって一緒に走ってるモンスターは。なんか走ってます。一緒に走ってたね、今ね。うん、誰かタゲ取ったのかな。一緒に走ってたね、今。あ、本当だ。ほら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 。一緒に走行してる。一緒に走行してるよね。してますね。モルモルも。いろんなモンスターと共に走ってるじゃん。なんかありだね。ちょうどよく横に馬いますよ。うん、ちゃんと。どこ？馬と羊。あ、本当に？なんとか族。うん、なんとか族。いいですね。ちゃんと飛ばずに行ける設定が生かされている。うん、あ、でも、うん。どうとでもなるかな、これだったら。この感じだったら、うんうん、うん、切り張りして良さそうな感じしますけど、うん、そうそうそう、この辺で OK かな。うん、 OK だと思います。あとはちょっとこの辺で、はいはいはい、十分かな。全然 OK だと思います、今ので。あの、取れてる。はい、ナイス、うん、一発撮り成功です。この辺も怖っ。こんなにいたら怖っ。怖いよね。倒せないよ、こんなの。倒せないっす。、うん、はい、 OK です。はい。OK。 じゃあ、まあまあ、もう一個って言うと無理だろうな、これは。24時超えていいならですね、それは。みんなが
はちょっとやりすぎ感があるので戻りましょう。はい、はい、じゃあお家に戻ります。はい、結構素材的には取れてるからね、うん、今の今日だいぶある気がします、うん、先週のと合わせてかなり、うんうん、もうあのすでにその30分以上のものにはなるのは間違いないから、これはそうです、うん、これだけで余裕で余裕で、うん、まあ強いて言うなら、うん、あの晩新というかあのコンテンツに行ったやつとか、うん、LB に使うやつとか、うん、その辺がちょっと取れてないかなっていうのはありますけれど、うんうんうん、あのどっちみちその来週のことにも関わってくるんですけど、うん、そう来週それをやるかどうかだね。だから来週戦闘パート祭りにするか、うんうんうん、来週も撮影を続けるか、それとも来週は違うことをするか、うんうん、そうそうそう、そもそもね、うん、もし違うことをするんだったら何があります？今なんかパッと思いつくやつだと本当にゴクルビーとかぐらいだから、うんうん、じゃあみんながゴクルビーを見たいか、それとも撮影をしたいか、このまま行くんだったらっていうことを考えると、スケジュール、ゴクハーデスはメンバーに先に言っておくやつなのでちょっとあれかな、うん、そうですね、そうそうそう、ハーデスは2週間くらい前にはちょっとあのみんなも声掛けしないと、そうそう、あのあれは一応クラフト委員会でっていうのでやってたものなので途中で変えちゃうと、うん、うん、そうそうそう、まあランチ、うん、確か27日だから、うん、も撮影でもいいけれど、うん、どうだろう、ゴクボズヤコメント的には別に下出るボズヤのバトルがあります、うん、あの NPC というやつ、うん、あれの普通に皆さんで8人パーティーってやつ、うん、あーなるほど、そうかそうか、はい、俺あれうちの方が最新ですね、なるほどね、あれそういうものなんだ、あーそれは俺普通にあれで終わりだと思ってたわ、あーなるほどね、全然やってないから、うん、撮影は、うん、一回ちょっと俺がまあ来週までに切り張りしてみようか、うんあーなるほど、軽く、うん、で、うん、不足があったら、うん、取るでもいいし、なんだっけ、まあでも不足はならんかな不足にはならんかなというのは、まあ多分ほぼ、まあでももしかすると似たような絵が続きすぎててちょっと、うんうん、戦闘的に全然違う要素が欲しいとかはあるかもしれない、うん、そうだね、ですかね、走ってる姿と、うん、落ちてる姿と、あとはまあ一文字姿ととかがほとんどなので、うんうん、他の絵があんまりない気もする、あとまあララフェルハウスはあるけど、ああ確かにそういう意味ではちょっとメリハリは少ない、アジムばっかはそうだね、うん、なるほどね、なんでアジムってなる可能性もあるかも、1年後くらいに初めて見た方にえなんでアジム多いのってなったら、ちょっとそれはアジム好きなのみたいな、アジムが撮影にちょうどよかったんだよとしか言えなくなっちゃう、そうね、で、まあ一回ちょっと切り張りしてみて、うん、もう一回どっかでっていうのでも全然ありな気がします、はい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 、うん、そうね、了解です、とりあえずじゃあちょっと一回切り張りしてみますわ、うん、はい、それで、まあ来週それまあ見せるのか何なのか、うん、仮のやつをっていうので、でまあちょっと絵見て、まあその前には、うん、あの山口さんにはどっちみち見せておきますけどっていうところかな、あ、はい、うん、それでやりつつ、うん、新生部分の想定が少ないのもそうだしね、うん、
ちょっとあの、まあ、ロケーションがちょっと狭かったですね、うん、なんだろう、あのなたまたまであるけど、なんかアジム盛り上がっちゃった、アジムちょっと盛り上がっちゃいましたね高低差があって、うん、かつ見やすかったっていうのが、うん、まあ、大きな要因だと思うんですけれど、うん、そうですね、でどうせアジムにいるから他のやつもやっちゃえでやってしまったのはあるので、ちょっとあの、はい、スケジュール組んで今日これとこれとこれの撮影しますっていうふうにはやってないのは確かではあるんだけども、ちょっとそこはまあ、うん、あのご了承くださいって感じですね、うん、うん、だ、うん、まあ一旦そうね、まあで来週、まあ、極坊主屋に行くかどうかもちょっと分かんないけど、ああそこも含めてかな、うん、そうね、まあバトルをやってないっていう意味ではバトルやってないから、何かしらその普通のにまあやってないからボズヤとかゴクルビーとか行くっていうのもありだけど、その撮影用のやつでの LB 岩林のを撮り続けるっていうのもあるけどね、うん、うん、そこもそうだね、うん、いっぱいあってなそうですね、それが全部はさすがに見、うんね、込めないので、ちょそこだけ難しいですね、うん、やりたいやつはたくさんあるんですけれど、そうそう、でもしかも編集するの江戸さんだから、なんか全部やりましょうと思う、うん、ちょっと言いづらいのもあるし、 あそこはね別に気にしなくてもいいんだけど、単純にあの案がたくさんあるおかげで、逆にこれやれるんだったらこれも、さっきの吉田さんもそうだけどさ、吉田さん結構時間かけたけどさ、そう、その場でそう思いついたやつをちょっとやってしまうのはあるから、うん、ちょっとそこは、まあ、アナリズでかつ、皆さんにこう9割お任せするものっていうのはやっぱりちょっと時間はかかりますね、うんうん、どうしてもね、人数少なくできるとこっちが主導で皆さんについてきてもらうとかは割とサクサク進められると思うんですけど、一文字系は皆さん任せみたいなところはちょっとあるので、うん、そうだなこうだなみたいなのがあって、それが反映されてってなっていくのがちょっと時間かかっちゃうので、撮影自体もその分伸びちゃう気はしますね、うん、そうですね、うん、そこはちょっと、うん、まあ申し訳ないと思いつつも、うん、しょうがない、しょうがないです、しょうがないです、はい、うん、普通のね映画の撮影とかでも、うん、エキストラの皆さんの撮影シーンは時間かかりますよねそうねはい、じゃあまあ、うん、まあ一旦だからここまでのやつは俺まとめてみないと分かんないところはあるので、一回とりあえずまとめます、うん、はい、うん、でまあ来週何やるか、はまあ、現状だともしかしたらこの続きでそのまあバトル系のやつとか、うんうん、をあの取りに行くっていうことになるかもしれないしっていうところで、なので撮影やるかもしれないし、普通にあの攻略的に、うん、僕ボズヤ、うん、とか僕ルービーやるかもしれないっていうところだと思っていただいてって感じかな、はい、はい、分かりました、場合によっては多分私視点でよければ江戸さん映すとかは多分普通にやっててもできると思うので、うん、ああなるほどね、ちょっと使う分くらいは取れるかもしれないですね、うんうんうん、そこから素材として持ってても、うん、はい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 、うん、そうね、なのでまああんまり深く考えすぎずに、うん、はい、でもいいのか、はい、うん、という感じでございます、はい、はい、なので、来週はそんな感じでやりたいと思います、はい、で来週はそうか月末なのであれですね、 FC 募集もありますので、はい、新たに入りたいという方がいらっしゃったら、はい、言っていただければなという感じです、はい、です、じゃあ今日の放送この辺で終了します、はい、はい、皆さん本当にご協力ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ではですね、山口さん告知なんかありますか、はい、あ、一応あるんですけれど、 FF じゃないタイトルなのでちょっと言いづらいなっていうのがありますあと、まあそれを言うと、うん、NGC 毎週のタイトル言ってるから大丈夫だと思いますなるほど、うん、
そうか、二腰痛やりますとか、さらっと、あ、そうか、うん、さらっとだけ、あの今週の水曜日に、はい、今週の水曜日に、うん、アークナイツっていうゲームがありまして、そちらの方で、うんうん、公式生放送があって、そちらで MC をさせていただくので、はい、もしよければスイッチペリスコープあたりで放送だったと思うので、うん、ぜひご覧いただければと思います。はい、よろしくお願いします。詳細は、うん、あの公式の方をご覧いただけると幸いです。はい、はい、よろしくお願いします。あとは配信もろもろやってるので、もしよかったらば遊びに来てください、うん、よろしくお願いします。はい、ハークナイツか、はい、ハークナイツっていうか、うん、俺スマホのゲームやらないからね。まあまあそうですね、スマホのゲームや、うん時間が足りん体は一つよ、そこまで手出せぬ大事にして、気を人大事にしてはい、はい、という感じです。はい、はい、よろしくお願いします。だからガンオン全然やってねえっつーのはい、では NGC からの告知ですね。はい、NGC 明日、エリアンウェア生放送、タイトル変わりますね。フォートナイト終わって、うん、あれだ、ハイパースケープ、うん、はいです。エイペックスじゃないです。はい、UBI さんがね今あのオープンベータ始まったやつですね。はい、こちらも FPS3 人チームの FPS でございます。先週ちょっといつだか忘れちゃった、あの放送後に試したんですけども、俺なんか今までやったああいう FPS の中で一番なんだろう、展開が早いっていうのかな、あの上下にパルクールじゃないんだけど、うん、結構その上下動が多いやつなんですよ FPS で、うん、はい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 、はい、そうそう、なのでエイムが難しそう。あのでね、うん、エリアが結構狭いので、うん、そうそうっていうのもあって、うん、敵とのエンカウント率が意外に高いんですよ、その3人チームなんだけど、うん、なので、で武器を同じ武器を取っていくと、その武器のランクが上がってってより強くなるみたいな感じなんですね。ショットガンならショットガンを連続して取っておくと、ショットガンのその相談数が上がってみたいな、はいはい、ガチャの貫突みたいな感じだな。そう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 なんか、はいはい、なのであの自分もそうなんだけど、敵の体力も高いんですよ、うんうん、なので結構普通の FPS 感覚で打ってると相手がやられねえなってなるの。へー、うん、意外に結構打ってんだけどなって。普通の FPS の感覚でやると若干、うん、若干そうそうそう、システムというか遊びとしてはまた違った楽しみ方ができる、うん、そう、あのスキルを使ってその衝撃波で敵吹っ飛ばしてとかもあったりするっていうので、うんうん、あとシール貼ったりとかもそうなんだけど、だからちょっとね、うん、今までのやつとまたあの感覚が違うなという、うん、で展開が早いゲームで上下動が多いんで、見てる皆さん的にはちょっと酔いやすいかなっていうのは正直あります。あ、なるほど、はい、酔いやすい方は、ね、うん、無理せずお薬飲みながらでもいいし、そうそう、うん、休みながらね、私はよくこれ飲みながらやってます。え、酔い止め、はい、乗り物酔いに、これ舐めるだけの飴なんですけどこれ配信でおすすめされて、デトロイトやってる時にガン酔いしたんですけど、うんうん、その時にこれいいよって教えてもらいました。うわ、セブンイレブンじゃないや、ファミマで売ってました。 FPS 酔う人なんですねそうですね、ゴリゴリに酔いますね、うん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 、FF14 以外は大体どのゲームを酔いますあ、なるほど、あ、そういえばデトロイトでも酔ってましたよね。そうそうそう、そうなんですよ、デトロイトで酔って、うん、あ、気持ち悪いってなった時に教えてもらったのがこちら、うん、ああ、それなのか、それはそうか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 、まあ酔う酔わないはねしょうがないところあるから、うん、うん、そうですね、そうそう、まあまあ悔しいなと思ってますけれども、うん、まあでも別に酔ったからやりたいゲームをやらないのは私は嫌なので、うん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 、私は薬を飲んでやります
でも皆さんがそうとは限らないので、そうだね、無理はしない方がいい。でもどうしても酔うけど絶対見たいっていう人は、うん、こういうのは割と軽めだと思うのでおすすめかなっていう。うん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 、そうだね。うん、あとはあのこれ本当飴タイプでコンビニでも売ってるくらいなので、ああ確かにそうか、うん、強くないお薬だと思うので、薬剤師のなんとかがとかあんまやんなくていいやつなんだね多分ね。そうです、薬局で買わなくても大丈夫なやつ、うん、あの薬局で買うやつはこっち持ってます。あ、ちゃんと持ってんだ、それはそれでね。ちゃんと持ってます、ガチでやばそうな時はこっちを飲みます。はい、使い分けてます。教えてくれた方ありがとうございます。すげえ、完全にいろいろ用意されてんだね。はい、に置いてあるんで、はい、でも出せます。はい。です。なのでちょっとね、明日あの見る方はあの酔う可能性があるという方はちょっといろいろ対策というか、あのまあ普通にね、マウスカーソルを画面の真ん中に置くだけでも酔いがあのかなり大丈夫なので、うん、はい。なので中心にシールあるといいよって聞きました。ん？何を？中心になんか小さいシールとか貼っとくといいよって聞きました。そう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 。視線もとにかく真ん中にあって、うん、そこからふわふわさせなければ酔いにくいらしいですね。うん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 。あのうちの放送でもあのああいう系をやるときは真ん中に十字のカーソルというかあの表示させるようにしてるんですよ。へえー、そうそうそう、なんて優しい配信なんだ。それはね、どんな配信してる方がそんなことをやってるんだ。なんなうなわかんな、ハゲてないと思いますよ、そういう人は。ハゲてない、じゃあ、じゃあ NGC じゃないな。ハゲてないんだったら NGC じゃないな。何か特徴ある？なんか赤い服を着てないんじゃないかな。赤い服と NGC じゃないのか。赤い服と NGC じゃないのか。ハゲとらんわ。はい、旬のネタをね。旬のネタをね。うん、はい、さあ、というのがまあ明日でございますね。はい。で、あさって22日なのか、もう、22日なのか、2曜2生放送21時からでございますけれども、こちらも今週も、オンラインでおきっさん参加になりますので、マルチで、ボスの名前は言えないか、うん、また、ミッション的にはストーリーが非常に盛り上がっていってる状態なので、ぜひ楽しみに見ていただければと思います。はい、そして、木曜日がインディビジブル、スパイクチューンソフトさんのインディビジブルですけども、こちら一応まあ最終回、3回目になりますので最終回、となっております。20時からメテオとアグニャンがね、遊んでいきますので、ぜひそちらもご覧ください。よろしくお願いいたします。で金曜日は後藤さんのチャンネルで21時からザ・ラスト・オブ・アス・パート2、はい、こちらホスト放送するんですけど、ちょっとあの先週ね、ホストがちょっと被っちゃったので、自動切り替えがうまくいかなくて、はい、すいません、少し5分ぐらいなんですけども、後藤さんの放送にホストになってなかったっていうところありまして、そこ本当に申し訳ございませんでした。はい、まあ、今週はあのその辺はちゃんとやれるように、しますんで、よろしくお願いいたします。はい、で、週末に、土日ちょっとどっちか分かんないんですけども、この間発表した、NGC のプレゼント企画の、ついに来たか、ガタガタ、はい、抽選会をちょっとやろうと思っております。はい、ちょっとまだ土日完全決定してないんですけど、どっちかは、はい、そう、あのね、まあ、週末にやりたかったっていうのがあって、放送的にね、なので、そう考えると次の週末になっちゃうと、あの8月入っちゃうんですよ。うん、だから、はいはい、まあ、なるほど、今月から始められない、うん、そうそうそうってなるので、25か26どっちかにやります。明日にはちょっと お知らせするようにしますので、はい、あの抽選方法も含めて、はい、おにぎりは当たらないです、はい、残念ながら、はい、あれ今回は何が当たるんでしたっけ。当たるものは、今言えるものは、今言えるものは、なんとリングフィットアドベンチャー。おお、すごい。はい、そしてあれですか、皆さんがやったやつですか。うん、じゃない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 。中古やんか。それはそれでプレミアつきそうだなって。それは中古やんか。うん。新品です、新品です。なんかあの野水さんもこれでプレイしましたみたいなやつだとちょっと。それダメだろ。おおってなるかもしれない。それプレミアってレベルじゃねえぞみたいな。みんなのサイン書いてみたいなね。うん。そうそうそう。あ、あとなんだっけ、PC エンジンミニも用意してます。おー、はい、でもう一個目玉でっかいやつは今ちょっと
2つなんか届くか届かないかっていう瀬戸際なんで、どっちかちょっとお高いやつが1個来ますって感じです。あ、すごい、はい、うん、なのでちょっとそこはあの発表お待ちください。はい、はい、楽器はついてきません。ついてきませんね、うん、なんか楽器はついてきません。はい、はい、です。よろしくお願いいたします。はい、楽しみにしてます。はい、ではですね、はい、ちなみに、はい、はい、あ、ごめんなさい、24時ぐらいからあの、うん、ゲイネス今日の2回目やりますんでね、はい、そちらもお見逃しなく、うんうん、はい、ちなみに7月22日今週の水曜日、うん、PLL があります。ああ、そっかそっかそっか、 PLL か、はい、ちなみに19時から私が出る番組があります。ドンかぶりなんですけど、ちょっと1時間だけもしよかったらあの見ていただいて、うん、あの、うん、けいちゃん頑張ってねっていう心を、うん、あの、うん、なんとなくこうちらっと思いながらちらっと見てもらえるとちょっと嬉しいです。はい、はい、あの20時から PLL があるので、うん、はい、そちらを見るぞという方は20時間ですよ。21時からは2応通がありますんで、はい、いろいろかぶってますね。でも1時だから平和、あ、まあまあ1時間ずつっていうのがね、はい、それぞれ1時間ずつなのでね、うん、はい、というわけで盛りだくさんの水曜日もありますけれども、はい、はい、うん、いろんなあの福窓しながら、福窓しながら、はいはいはい、です。じゃあ、今日はこれで終了。はい、約結局3時間ありがとうございました。ありがとうございました、はい、いろいろ皆さん手伝っていただいて本当ありがとうございました。すべてねやることはできなくてあれなんですけれども、また別の機会に、他の案もやっていきますので、はい、お待ちください。そうですね、またオープニング変えようってなったらまたね、うん、はい、使ってもいいし取ってもいいしです、案募集してもいいし、うんうんうん、はい、楽しみです。はい、では最後山木さんお願いします。はい、はい、では皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。せーの、ごきげんよう。あ、ごきげんようなんだっけってなっちゃったごきげんよう、バイバイ。